動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。みなもも、いよいよ我ら月鉄グループは、バルナス並びに電子界を代表して、宇宙戦争に乗り出す。長期化しておるこの宇宙戦争を制覇するのは、この月鉄グループではなかろうか。なんか緊張するな。宇宙界がどういう存在なのか、この目で確かめることができる。ならば、記念に写真を贈呈することとしよう。とうとう始まりよったか。恐れていたことが起きたぞ。ったく、ペダールがゾロゾロなそうめんなばかりに。まったくだ。だから勝てないんだ。二次元は三次元にな。いくら D 装置バカにされる奴らでも、二次元に対しては雑魚ではおられへんからな。宇宙戦争は、以前から起きてた巨大戦争。そいつのせいで鈴見足が解体されたんや。さすがに俺ら三次元には及ばんやろう。いくら二次元の世界で威張ってるにょっかいの。奴らも。俺ら相手にはグーも失礼へんて。ペダールがドロドロなそうめんなのではない。キャラクター史上の不審に動揺している他の界隈がドロドロなそうめんなのだ。待ってるんやで、宇宙界。フロンティアなエリアで決定交戦やで。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。しかし、と、不可解なことが見られるのだが。不可解なこと？なぜ、ノーマルアットはそこまで起きていったかだ。ノーマルアットも闇落ちか。同じアットでも、ここまで差があるとは、誰が、予想したことでしょう。ノーマルアットよ、赤な組を呼び、バルナスのパワースポットに恵まれなかったばかりに、あれほどまでに起きてしまうとはのう。全乱ウーサン適合歴進化スタンガーマニンを記念的振り返れ。全乱ウーサン適合歴進化スタンガーマニンを記念的振り返れ。なんか、花園スタジオの近くのラグビー場で、とある大きなイベントが実施されてたんやろ。一部の車両、特に近鉄車両は大多数が知ってる話みたいやで。俺もそのイベントを生で見てたから覚えてるで。人形劇のやつのイベントやった。そのイベントを記念して、現地にバルナスのパワースポットが設置され、仙台勇者の適正チェックも同時にこの頃から始まったんや。その人形劇ってあれやろ、谷音に位置してるスタジオの教育テレビのやつ。ああ、その人形劇がラグビーボールランブをやったんや。俺らは早くから仙台勇者に適合し、コンサートバッジを授かったんや。でも、大多数のアットは仙台勇者に適合するのに時間がかかって、序盤、若い時はかなり苦戦する傾向にあるんだよね。とりわけ仙台勇者に早期から適合したアットとなると、俺と過去の一部に絞られるで。そういうことで、我が孫のように赤な組では早期からアットが適合していったことから、他のエリアと形態が変わったとして、アゴグアーンドルーというリージョンフォルムが登場したのや。この地元でリージョンフォルムが形成された、なんか不思議な境遇ね。そのため、その地元を走る近鉄は他社一倍にボロボロであってはならないのだ。ただ、近鉄自体は攻め偏重だから、今回の一般車の件は特殊な事情が複合しまくりなんだ。許されるなら、月鉄が一番で近鉄を支援したいところだけどな。地元枠として、そんな、最近ボロが著しいこの地元やけど、このパワースポットの設置をきっかけに、アイドルを筆頭に数多くの企画が立ち上がったぜ。まるで87年の夢工場の流れを組むイベントやったな。しかも、ここのパワースポットは星の中にも海の中にも多能してる大型のもの。そりゃ金鉄がルパロのやったら、月鉄がめっちゃ困るんは当然やれ。ただでさえ、東大阪は工業地域で目星観光地がないから、地元にとっての救世主でもあるのだ。そういうことで、バルナスのパワースポットで全裸勇者に適合できなかったことで、ノーマルアットにコンサートバッジが付与されなかったことが全ての元凶にゃ。
ノーマルアートは我が孫に対して劣等感を抱いておるのにゃ。ああ、そう言っておる間に天井に到着にゃ。ああ、そう言っておる間に天井に到着にゃ。おっしゃー、体を張って思いっきり暴れまくるでー。訓練の成果をここで見せつけるかしよう。神奈王国、定時海外道、地図で海道、スタート、ただいま訓練。おいおい、持ってから爆撃が起きてるけど、大丈夫か？何かあるんじゃないか？天使海外風の赤髪みんな、ついに参戦したでやんすか。随分ノリノリなんだな。久々に次の界隈がぶつかり合うで、やんすー、空前するに決まってるでやんす。あんま調子に乗ってると、事故死するわよ。マスクみたいだしながら、重ねてる水分が伝わるやつ。そろそろマジカルガールズを返してもらおうか。そんなやつ知らんて、赤田組のメンツにおるんとちゃうか。ごまかすつもりだな、ノーマルアット。見つけたぞ、ネクロス。さあ、どこからでもかかってくるにゃー。いい気分だぜ、俺たち鉄道車両も、宇宙戦争に参戦できたんだ。奇跡的な機会だぜ、悔いのないように、思う存分、暴れるといいぜ。これは帰ったら報告ものだな。ぜひともこの目に焼き付けておくぜ。今回も例外なくあの装置を設置しておいたでやんす。ああ、こんやろう、またエリチ艦を設置しよったな。さすがは海賊界、エリチ艦でバンバン消防務を作る気だな。意識に重厚弾のような消防務が生まれてくるのが楽しみでやんす。こいつらほんまに趣味が悪いわ。変に関わらんとこっと。泣けちゃう？ち、バレちまったか。そりゃバレるぞ。こんな大人数での戦いじゃな。皆の者をかかれー。おー。マップ、天使界が奇襲にかかってきたでやんす。悪いけど、俺ら天使界には戦うべき相手が、他にいるのさ。OP にこびた挙句、例の黒魔女の取り巻きになったと、疑惑がついた。音の木のバカどもをなんとかせんといかんからな。短期決戦を決めさせてもらうぞ。悪く思わないでくれよ。だったら直接音の木を処分したらいいだけでしょ。よし、そこらの奴らをエリチ艦に掘り込め。やめろー、やめろー。いや、確実にエリチ艦に入れて消防務に変えてやるぜ。出てきたいものは海賊界やらの好きにするといい。やめて、我々が生み出したエリチ艦やめて。ちっとも上手くないって、ふざけないで。ふざけとるんはあんたらやろ、メガールのガン。ね、メガールのガンですってー。さあ、君は AC の K に耐えられるか？シャ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 、宇宙戦争でも AC の K やとな。あっちあっちあっち、スタート、熱すぎや、手加減せい。アホか、なんで戦争交番に、手加減せな関連。先週で手加減に早くはされてはメーガルやって、カサベラシの経済のためにだな。そんなバカがレガールを制覇できるわけないでしょ。頭すっからかんなんじゃない？ああ、ノーマルアットはほんまに、アホやで。その件は大多数のバトラーが、賛同する事実やで。てめえらー、殺してやらー。おー、やっとるよー。NAR アリサマニーワナリタクナイモノデス。ボサボサしてると瞬殺されるぞ。ノーマルアット、今までの、悪行はどういうことや。こやつは意識で中高弾のいいかもで、ヤンス、一生このままでよかったもの。パパー、この魔女たちはどうするでヤンスか。今までと同じような商法を流して、すべて逃れたい感じなのぜ。その手段はすでに見切っておる。もうそのうまい話は見当たらぬぞ。なら、わしらがそのうまい話に貯めておくときおるではないか。だよ、その言葉に合わせて、マジでどう商法を流しなかれて。了解でヤンス。さて、上空の魔女どもをいかがにして、消防軍に転身させるかのう。それやったら、とっておきの方法があるで。な、何が起きるってんや？わわわわ。めっちゃ派手、スタートらしからぬエフェクト。あれは。
ノルクーの魔女が次々とエリッカンに怒っていく。しかし、あのラララなんなのじゃ、我が孫にしてはエフェクトが派手すぎやろ。今なら僕もつかみまっていくでやんす。いつものパリを返したいでやんす。わらら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 らはぐえならら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 ら。このバトルが落ち着いたらどういう技か聞こうかな。うちは爆撃という土地のようなエフェクトで天井が全視界に傾いてるわ。そしてあーだだ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 だ。さあ、今度は魔女っ子が消防のになる番だ。心の準備はできているか。あの屈辱的な瞬間はすぐそこに迫ってるぞ。魔女、いい加減見せー。お前も消防のになってまえ。その方が明らかに楽なんやけどな。戦場が地上であってよかったものだ。おかげで俺らも宇宙戦争に参戦できたのだ。宇宙戦争、やはり上空でも激しいバトルを繰り広げておる。出た、女機械のライバル。ライバルはこの俺や。全機械を潰すなら先に俺を倒すんやな。おのれー、ノーマルアット、いつもいつも邪魔ばっかりよー。俺にはこいつがあるんや。ステイトスの結晶版だな。いかん、ノーマルアットがステイトスに変身するぞ。わはは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 は、俺様を変身させたことを後悔するがいい。てことで、今俺らには関係やらへんがな。多少なりとも邪魔者がいなくなったことでさらに戦いやすくなった。四機械を潰すのに都合が良くなったわけだ。ベガールの番はいつ流行ったつのだ。いや、魔女たちと同じように四機械もメンツもエリチカンにぶち込んで片付けましょ。なんだかんだ言ってショーフォームも悪役を懲らしめるのに一役買ってるじゃん。四機械の獲物は俺様がいただくぜ。さあ、全然四機械の奴らをショーフォームに変身させるのだ。おい、ノーマルアット、お前ステートスになっておいて自分でショーフォームに変えられないのか。何のためにステートスに変身したんだよ。ステートスにはその女の能力は見られぬ。ショーフォームに変身させられるのはエリッカンのみや。誰がツンツン娘よ。仲間のやつらはそこまでに使わんから、さっさとショーフォームにしたらどうや。勝手なことを言うなぁ。わはは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 、はは、いきみだ。問答無用で引き込まれておるとはな。スタートにそんな血の気をするからこんな目に遭うんだ。罰当たりなやつね。今は見るべきな女の子、君はショーフォームの原因、そういうことか踏んで。ってことで、うちの悪い真似をしたことを後悔してもおせるぜ。スタートからエメラルドの炎が出ておるだ。せっかくの獲物だ、ありがたくいただこう。まったく向こう水なやつだったな。それも、スタートに対してな。エメラルドの炎が、なんともエレガントなものや。わははははははは。麺のやつはどんな姿になっておるのだろうか。楽しみで仕方があるまい。さあ、早く姿を見せるのだ。屈辱。こんなみすぼらしい外観にされるなんて。黒歴史。わははははははは。なんて、ダマだ。また一体、隠してショーフォームとなってしまった。これがヒントやらのショーフォームで、やんすか。しかも、スタートのアガベマスどもが次々とエリチカンに落っこちていったから核にも封殺になったで、ヤンス。これは、怪物界の勝利でヤンスよ。それでは、お話を聞かせていただきたいと思います。と言ったんだろうけど、残念、宇宙戦争はそんな簡単に問屋を下ろさないようだ。ガハハ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 、思い知ったか。よっかい、
てか、お前、サガスペートスに変身しただけだろ。宇宙戦争だからってツッコミを、忘れたって言わせはせんぞ。ゲームの界隈は、お前の行動を見てるぞ。わはは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 。むしろここからが、俺様にとって本番だ。どうだ、よっかい、ショーホームにされた屈辱はどうだ。サンスタン俺様を、いたぶったから罰が当たったのだ。逆転、パイパイス。悪いが、この獲物を俺用に起こしてくれないか。こいつは俺用にとっては恨みの、上がない。恨みは自分の手で打ち消してやるのだ。魔女界との機会は小フォームとなって、ドロップアウトか。本来なら、天使界に宣戦したいところだけど、スターアットとのやり取りの関係上、宣戦布告は不可能となった。ネクロスのやつ、本当は戦う気なんてないだろ。おいおい、かなり重い爆発音がしたぞ。何が起きたっていうか。我々新た連合には宇宙戦争に参戦している界隈が知らない。隠された界隈が存在するのだよ。新た連合を陰から支えてきた新たからの新たな刺客、その名も人魚界、星空界。今の爆撃は両界隈によるもので、これにより魔女界は全面的に壊滅した。人魚界と星空界だけまだ隠されてた界隈が存在しておったのか。よー、我が魔女界は壊滅したばかりか。また新たな界隈が加わるとは。長年続いた魔女の系列がここで断たれてしまう。無念や。魔女界が壊滅されて言っても、星空界と人魚界が参戦してやると、宇宙戦争がさらに混沌とされない。我が無敵よ、恐れ入ったか。わしは星空界におったものじゃ。そなたたちとは事情が違うのじゃ。この宇宙戦争も、俺たち赤が組が制覇だ。だけど、本当の恐怖はこれからだ。そうだろ、中野。ああ、こんな激しい戦争の末端中やけど、シャレン7000ループが飛び込んできおった。緊急ニュースだと、こんな戦争の最中でか。おいおい、絶対。どこかで起きてるだろ。な、何が起きたっていうのだ。緊急事態だ。五輪中止がほぼほぼ確実だ。メガールの破滅のカウントダウンが始まったぞ。五輪中止が確実になった。それは無事に見て。そんなことになったら、そう、ニューロロトの異変爆弾がカウントダウンを始めたっちゅうことや。ニューロロトはどの界隈にも属さへん完全に特殊な存在。この宇宙戦争もあっちゅう間に、ニューロロトの腕の中に収まりそうやで。なんで？ビビットネオンネットワークを、テコ入れした矢先に、なんで日本エリアだけ次々と、試練が。試練は日本エリアだけでない、全世界で起きておるのだ。心のインフラを捨てておるかどもよ。これが今までの隙が回った結果よ。後悔しても遅いぞ。ニョロトー。なんや？まだ五輪中止が決定したわけじゃないのに、なぜ今すぐにヌーボットが。一体どういうことじゃ。ありえへんくらいでかいで。さすがの俺でも今のままではとてもやないけど、立ち打ちできる相手やらへん。死んだらでもよ、余力は嵐。この五輪ヨロトロの存在に気づいたのもが、さあ宇宙戦争の最終試練を始まなきゃ。ははは、私の望みの通り、ゴリラが中止が現実化したが、恐れ入ったが、メガール、ピエロの奇襲の力を、見くびていた勇者と共に、ゴリラの見かわしないのだ、日本エリア、心のインフラ、すなわち、感情を犠牲にしたつけがまこみにて、まわてでたよな。なんやと、ピエロ奇襲は、人類最大規模の感染症やったのか。それに、心のインフラが世界参加やから、他国一番に日本が苦しめられてるんか。さすがに死んだら連合は生き抜けようたら、
レラー。肝心の日本エレラーママが今後の敵に気づかなければ私を倒すことはできない。では最終指令として我が体を手を切り込んでのクレレアロー貴様らレダーの合わさにせいが母やかおら。またしてもゴーストパニックの世界にぶち込まれてもうた。しかもほとんど真っ暗や。一体ここはどこやねんな。神田神社。俺があの時にフェアリーフィーを爆破した後に篤と創始者が隠居てた場所か。ちゅうことはこの近くは秋葉原やな。音のキスタジオ。ここは関東エリア周辺なんか。スペイトスになれたらここで一発逆転できるはずや。あかん。スペイトスの結晶版も完全に合金になっとる。これやとスペイトスにも、インブイにもなられへんわ。やつは、俺らがスペイトスで脱出させへんようにも、策略しとるわ。こいつは相当な策略家やで。宇宙戦争が終わったら、俺はこれからどないすればいいんやろうかな。緊急ニュースです。パルナス界隈にて繰り広げられております。宇宙戦争の激化が続く、中、ネクロシスから目覚めたニューロッドが、五輪の中止の現実化により、我々の想定より先駆けて、たった今、破壊化を発動させました。ニューロッドは音の木周辺並びに、関東エリアに滞在しており、現地の住民に甚大なる被害が、出ております。日本エリアの大多数の機能が、破壊化に飲み込まれたことで、世界中のネットワークが、大混乱を極め、破壊化大恐慌が幕を、開けました。パルナス界隈においても、レガールの滅亡のカウントダウンに突入。このまま人類とレガールの歴史が途絶えてしまうのでしょうか。めちゃくちゃ危なかったぜ。あと一歩遅れてたら俺らまで破壊化に飲み込まれてたぜ。おーおお、恐れていたことがとうとう起きてしまったのう。ものすごい力やで。ピエノッテはこんなに人類を恨んでたんか。さすがは病のカメレオンや。ノーマルアットもあっさりと引き込まれてたぜ。おいおい、どうすんだよ。このままだと本当にレガールが滅亡するぞ。普通に戦っても今のようになるんは明らか。音の木も今は破壊化の中や。いやあ、死ぬかと思った。パルナス界隈と無縁の五輪中止がこんな形で結びつくなんて。ああ、ピエノッピのパラーラ、下手な神は人形やったつうことやな。パルナス界隈は無事やけど、他の界隈は破壊化で領土が奪われとるようや。サタンメアと魔女界は完全に取り囲まれよった。あの二界隈はこの時点で無条件敗北となったぜ。死角なぎたやけど、残るは宇宙界と予期界、海賊界やな。ニューロッドは俺ら天使界だけが、ほんまの相手やと思い込んどる。他の界隈には全く眼中になかったぜ。他の界隈には全く眼中になかったぜ。ツンデレの星、予期界が残留したのは俺らにとっては厄介者だが、破壊化が放たれたなら、もはや意識することではないな。ロッドって響き、心当たりがあります。ニューロッドに関して、重要な手がかりがある場所？なんか、ベネクレア遺跡にニューロッドの、謎が秘められてるそやな。何度も調査してたベネクレア遺跡も、ついに謎が明らかになる時が来たんか。ですが、まだ、宇宙戦争には、すべての界隈が参戦しきっていないのです。それも、我々七波遊の生まれ故郷の、界隈です。星空界だな。そのベネクレア遺跡に星空界や、人魚界も同行するらしい。このベネクレア遺跡に、宇宙戦争に関する謎が、秘められてるんやな。この壁画は、七波遊とかピエロ団が撃ち落とされた光景そのものやし。そいで、どういう目的でここにまた出向いたんや？建前城は、見劣り環状線と伊豆箱のラッピング車の強化のため、アネモネ、マドラス連合を引き戻しましたが、本当の理由は、ピエロと一緒にニューロッドと呼び起こした宇宙戦争の元凶の黒魔女、アラブインを倒すことなんです。おお、ついに宇宙戦争の黒幕を突き止められたんやな。しやけど、ピエロと一緒に倒すやって、まあ、ピエロがおらんと話が進まへんがな。では、ピエロとの対面から、話っていうより、公約を組み立てよう。
なんや？なんか新たな情報が入ってきたんか？お待たせー。ようやく、天使界と合流できたー。それと同時に人魚界からも、仲間がやってきた。なんか、見慣れないバトラーが続々とやってきたな。あら、地球にまた多くの車両がやってきてるみたいね。オルガリーナまで、ブルーランドにもニューロットの、危害が及んでるんだ。人魚界、ブルーランドも、変な魔女がうようよしてて、とてもじゃないけどバカンスどころじゃないよ。なんでピエモッテと関係あらへん人魚界にも、手を出すねん。なんで手を出すねんって、多分、こっちも新他連合だから、目をつけられてるんじゃない？わざわざ遠くから来るなんて、随分と暇な魔女なのね。問題があるから来てるんやろうな。新他連合をなす界隈。天使界と神話的な界隈の、一角、それが星空界と人魚界。アイドールも終戦で変なことがあった以外は大きな事件が起きずに済んだな。アイドールの秩序が守られているのも、星空界があってこそなのです。軽犯なも天使界と星空界が平等やしな。エリチカンもアイドールも、俺ら軽犯なと、ミュールと星空界と一緒に、管轄してるで。聞いたところでは、星空界って、ピエロの真実を熟知してる界隈なんやってな。ピーポー、天使界の知るピエロは、ピエロじゃないのでーす。今の語尾は冗談やんな。わしらは星空界出身じゃが、スターアットと同調した時にはその記憶は欠片すらなかったのじゃ。さては、ニューロットにやられて記憶を消されたな。わしもどういう状況だったか、記憶に行っておらぬ。今の星空界はどんな状況でしょうか？最悪だ。ネクロディアがあんな形で悪用されたらどうしようもない。己、あんな事態になったのは、アラブインと女子会のせいだ。災いあれ、女子会、ツンデレども、災いあれ、アラブイン、ニューロット。あれ、ネクロスは関与してるんじゃないの？俺もよくわからねえ。それが、ニューロットと女子会に関しては、ネクロスは全く関与してへんで。それどころか、ネクロスは俺に歩み寄ってるんや。歩み寄ってるだと？そういうことで、人魚界や星空界とは別に、新他連合に新たな刺客が、加わるで、噂になってた通りのネクロス。え、ネクロスだってー。わわわわわ、ネクロスや、ネクロスが天使界で普通に、見かけてるで。これらの車両が月の宮急行鉄道の、メンツか、日本エリアの多くの車両が、大集合ってな。察しの通り、日本エリアから、多くの車両が、出演してるのだ。しかし、宇宙界のメンツ、特にトップであるネクロスが、スターアットに寄り添うことなど、俺らは全く想定していなかったぞ。宇宙界は壊滅した。もはや、世紀末を迎えた状況だ。宇宙界まで世紀末、宇宙戦争はここまで、事態が悪化してたわけ？どうしてこうなった？以前まで宇宙界とアラブイン、ニューロットとの因果関係を、調べてたけど、最近になって、別々の界隈に位置づいてるんが、発覚したんや。ただ単純に宇宙戦争で、対決してたら絶対気づかれへんで。それもそうやけど、アラブインは、どこの界隈から出てきたんや？アラブインが出没した界隈、ミューロットを、絶対心に置く、若さと永遠の命の界隈、なお下中界。下中界、その界隈は、すべての元凶ね。下中界は古代から存在していたのだろう。シンタとピエロが、ミューロットと、対決していた過去があるくらいで、そのミューロットの力を封じるべく、ピエロはネクロディアを開発した。皮肉にも、アラブインによって、そのネクロディアもミューロットに、接続されたわけだ。シンタとピエロの計画は、アラブインによって儚くちぃりちり。ミューロットは、下中界という、ネクロシスを抱える界隈を、支配する、とんでもなく危険な存在だ。ミューロットは、下中界という、ネクロシスを抱える界隈を、支配する、とんでもなく危険な存在だ。そのミューロットをめぐり、下中界とニョキ界は、激しい戦いを、繰り広げておる。いずれも、ミューロットと同調したら、取り返しのつかないことになるぞ。ほんまやったら、俺らが七波遊に加えてピエロとも、同調したらええんやけどな。以前まで見かけてたピエロは見る価値があらへん。あれはもはや、ピエロですらあらへんで。じゃあ、本来のピエロってどういう存在なんだ？ピエロに関しても、いくつか書物があったのじゃが、既存の書物を辞しても、実態が明らかになっておらぬのじゃ。
このままでは、ピエロの実態を把握できないまま、ニューロットが動かされてしまうではないか。見える、見えるぞ、ネクロディアを悪用したワルトウ。見える、見えるぞ、ネクロディアを悪用したワルトウ。正直言って、サブカルチャーにダメージを与えかねないんやけどな。構わんぞ、ゼガールの秩序が、第一なんだ。サブカルチャーは後からいくらでも、立て直せるんだ。ネクロシスの周辺では、何が、起きてたんだ？金髪のツインテールの外観を、した魔女が、ネクロシスを超えていったのでーす。アラブインじゃねえか。アラブインが金髪ってのは、そこまで、周知してなかったけど、黒魔女ってだけで、すぐに、アラブインってのは感じついた。スタートのみならず、最近のパルナス界隈では、音の木離れが増加傾向にあるらしい。音の木のような存在こそ、ピエロのあるべき姿だったんだけどな。一体、どこで踏み外したんだろうか。パルナスでそんなことが起きておったとは、音の木もいつの間にか堕落したものだ。音の木の果実だっけ？あの書籍では、バトラーによっては、ニューロットの力がまるで、音の木のように魅力的に、見える、って記述されてたんだ。一体、どこで見たのかは覚えてねえが。だけど、どうも音の木はミューロットの力を望んでないはずでーす。音の木は逆に、奴らに利用される側だ。しかし、アラブインが仮に音の木を利用するってなったら、その動機はピエロの正当後継だからか？魔法使いとしての系列は、ピエロの時点で断たれてるはずでーす。それは言えなくもないな。確かに、最近だとピエロからの流れを、組む、新規の魔法使いがカラッキシだ。どちらかというと、歌うオーサムに似てる気がするね。俺らもメカを取り扱うし、鉄道作業を含めてな。ダークトライアドとか、特にサイコパス的な奴らがそうやけど、バトラーによっては、ニューロットの力が魅力的に、映る。そのバトラーこそ、事実上の宇宙戦争の、黒幕。そうなると、黒幕はアラブインだけやあらへんで、先代のニューロットの封印や用紙に、徹底的に、この世から殲滅させなかんな。こんな事態を、二度と繰り返させへんように。ツンデレたちの考え方も破天荒すぎです。メダールを支配するならともかく、その武器にニューロットを使おうとは。我々、宇宙界よりさらに果て、ミオートリ環状線でいう、ミオートリー島にあたる界隈で、ニューロットが姿を現した、ケチュー界。あらゆる界隈の思想が入り混じてるねじろだ。このケチュー界こそが宇宙戦争の元凶。できる限り、早期にあの界隈を沈めなければ、メダールは愚か、人類と文明が壊滅する。宇宙戦争には、バトラーが知らない界隈が、多く参戦してるんだな。ケチュー界が求めているのは、永遠の命と若さ。それあとニューロットの力自体が、当てはまる穴。あれも永遠の命と若さの、塊足。ケチューはたびたびその力を、使おうとしておった。それが、大昔ではネクロディアに、裁かれて、ニューロットも封印されたわけだ。やっぱりニューロットの力を、使おうとしたんだな。今、そのケチュー界を通じて、アラブインがニューロットを復活させました。現に破壊化が放たれ、多くの界隈が飲み込まれているのです。アラブインこそが今回の宇宙戦争の黒幕、宇宙界、魔女界、の機械の要素にニューロットが加わっている危険な魔女なのは確か。アラブインが徐々にその姿を見せつつあるで、ネクロスがここにおる時点で、宇宙界はニューロットを動かした元凶やあらへんちゅうのは明らかやな。宇宙戦争の終戦に向けて、こちらこそよろしく頼むぞ、スタートの危機鉄会長よ。これから会いに行くにあたって、そろそろピエロの真実を確認しないといけないな。そうそう、宇宙戦争は正式にはレガール対戦中や、ネクロスとアラブインが主眼となってることから、宇宙戦争って呼ばれてるけど、戦場が地上っていうのが、レガール対戦である証拠だな。今回のレガール対戦は、ミューロットの力を使わせず、ミューロットを殲滅させる戦争。ピエロも本来は同じ死を持った末裔だ。やはり今のピエロは完全に別物なんやな、こう思いは。
すでに解明しているそうだが、その天使界が敵視しているピエロはクラーン言っているのだ。クラーン、ミオトリ環状線におったのもクラーンじゃったのか。よくクラーンの存在に気づいて置き換えたものだよ。ネクロビアをこっちに向けてるのが不自然すぎた。グリグリしてが不倫すぎる。ベガール大戦の犠牲者だ。今はアカダムリによって再建されたけど、それでも当時の怒りは収まらない。ピエロ VS クラーンっていう構造が妙わね。あと星空界で何者かが小悪魔を放り投げる描写の湖の存在が話題になってるよ。それ天使子のことなんじゃないか。天使子、2007年に一度は汚染したこともあったのう。それ四回はやったことだぜ。当時の天使界って季節が二手に分かれてたんだよね。そうそう、赤田組とノーマルアット。赤田組はともかく、ノーマルアットはとにかく四回に弱かったんだね。みんなビフォックが落ちた原因でもあるや。そうそう、星空界で話題になってる湖の剣というけど、そいつは俺が小悪魔の格好をしたやつを天使子に取り投げた剣やで。でやけど、この剣になんか伏線でもあるんか。クラーンを天使子に突き落としたら、本来のピエロに戻るんじゃないかって話さ。悪魔払いが起きたって話題になってるんだ。本来のピエロがどこにいるかはわかりませんが、一度クラーンを天使子に撃ち落としてみましょう。わざわざクラーンを湖に落とすことはないぜ。本来のピエロはバトラーの知らない世界でアラグーンと戦っているのだ。そうなると地上にいるネクロビアは宇宙界に奪われたものだね。ネクロビアは宇宙界が奪ったものなのか。それ以前にピエロも随分と破天荒な行動をしでかすな。だからこそ宇宙界や四つ界に狙われたんだ。アラグーンがいかがにしてネクロシスを超えたかも謎だ。ピエロはニューロットを封印する兵器としてネクロビアを開発。実際にネクロビアはニューロットを封印するツボンに対して紐の役割を果たしてた。天使子にこのネクロビアをぶち込んだらどうなるのやら。なんでもぶち込んだらいいってもんじゃないぜ。もともとピエロはレガール大戦においてニューロットの陣営を封印する立場にいた。レガール大戦自体がニューロットを殲滅する目的で行われているからだが、バトラーはいつしかピエロの存在を忘れ去り、ネクロシスも記憶の彼方に飛んでった。一方でアラグーンがそのニューロットを動かした黒幕として何が目的でニューロットの力を欲してただな。アラグーンは突如としてレガールに姿を現しネクロシスを超えたんだ。武闘の星はネクロシスを封印するためにあったけど、去年になってようやくカリンカ山泉が俺らのところにカムバックしよった。おかげで武闘の星が来て揃い、俺たちも無事に天雷勇者になれたし、ギリギリのタイミングで武闘の星を行使してネクロシスを封印することができたんや。せやけど破壊家の脅威はまだ終わったわけやらせんぜ。一度武闘の星が離れ離れになってるから、ネクロシスを封印してもアラグーンがニューロットを動かしうるには変わりはあらせんぜ。これはまずい話ね。しかし武闘の星を揃えた剣は無駄にはなってないぜ。おかげでニュールやスターアットも今では天雷勇者だ。とにかく本来のピエロはどこにいるかは俺らもわからない。だがギピエロことクラーンとは別物にして、別のところにいるのは事実だ。アラグーン一度だけ見たことはあるけど、ホルホルに接するレベルで危険な雰囲気が漂ってたわ。これはネクロビアが必須だね。よし、そうなったらピエロと共闘しようぜ。いくらピエロと手を組んだところで、今のネクロビアやと、とてもやないけどニューロットとアラグーンを撃退するのは不可能や。本気でピエロと手を組むんやったら、新たな兵器を開発せなんで。そういうことで、ところ変わって、ここはエイリン、ここにピエロがやってくるんやな。ここで、ピエロを呼び出すメロディーを、奏でるんや。お、そう言ってるうちに、ピエロがやってきた。大和のピエロが君臨なさった。はーい、エイリン地区と月鉄界隈の、皆さーん、久しぶりー。随分と軽いノリなんやな。昔からこんな感じよ。逆にスタートあなたはクリーミーシティの剣から激変しちゃってるわね。そや、天雷勇者やからな。そっちも今の宇宙戦争の事情はすでに周知してるよな。我々はアラグーンについてベネクレア遺跡を調査してたところだ。その調査にあたってはピエロの力もいるのだ。あら、ネクロスも一緒なのね。だったら話は早いわ。アラグーンが出てきてから、ネクロスもいつかは新タ連合に協力すると見込んでたもの。あとは、
スタート、あなたはネクロディアに代わる兵器も、計画してるんだってね。それもそうやけど、今はベネクレア遺跡が最優先やで。ベネクレアの上陽が伝えたことは、今の宇宙戦争を物語ってるはずじゃ。さあ、ベネクレアよ、真実の扉を今、開く時がやってくるのじゃ。いよいよベネクレアの謎に迫っていくわけか。名前と登場の経緯を聞いたんはいいけど、肝心のアラブインとニューロットってどういう存在なんだ？突如として姿を現した黒魔女。さて、その正体はいかに？スタート会長がネクロディアを倒して宇宙界からグラちゃんを奪還したじゃないですか。その後もスペイトスやインブイを撃退して再びノーマルアットを逮捕しましたよね。ああ確かにと捕まえたけど、あと黒幕とネクロシスの存在自体は知ってるが、アラブインはともかくニューロットはどこからやってきたんかが問題だ。アラブインと同様に火中界の出身のはずなんだけどな。そうです、火中界こそがアラブインとニューロットの出身地なんです。それを撃退する術を確立していなければ知っていないことと結果は同じだ。ニューロットとアラブインの計画はあまりにも危険すぎるわ。なんだこの遺跡。複数の書籍に宇宙戦争に関する供述が含まれとるぞ。まずはベネクレアの字の辞書じゃ。ベネクレアには独自の言語があったのじゃ。この遺跡の壁画の謎を解くにはこの辞書が欠かせぬ。新他見聞録からの供述です。ミュールやエメリー新他が登場する前からピエロと新他はミューロットと激しい戦いを繰り広げていました。ミューロットはあまりにも力が強く、新他も相当多くの傷を受けていたのです。それでもピエロと新他は無事にミューロットを倒し世界の果てに封印したのです。ミューロットの危険性を重く見たベネクレア王国は後の世代に同じ事態が生じた際の解決策としてこの壁画を描いたのです。ベネクレア遺跡の壁画はミューロットを世界の果てに封印した後に描かれました。新他見聞録は英語で書かれてるけど、他の書物の多くがベネクレア文字で書かれてるんやもんな。ミューロットを動かしたのはアラブインであることは確定。恐ろしいことは、アラブインは数多くの取り巻きを抱えており、しかも、マトラーの身近なところにその取り巻きが潜んでるっていうのだ。これに関しては、パワースポットで天雷勇者の適正チェックをやるだけですぐに区別がつくで、ノーマルアットなんかは適合できんかったことで完全に、迷走しとるわな。アラブインがミューロットを動かしたことで今の宇宙戦争が起きておる。アラブインの取り巻きとしては以前までネクロスやピエノッテが候補にあったけど、今ではノーマルアット、オトノキ、日光、その他天雷勇者に適合できなかったものが挙げられる。確かにオトノキの行動の異常自体は目を光らせる。こっちとしてはボーピーに媚びを売ってることを理由に、最近はこっちから距離を置くようになってるし、この後何か大きなアクションを起こすだろうな。煉獄列伝にはミューロットの力を呼び戻す手段が書かれています。そしてその力を使ったことで生じる事態がこの壁画なのです。形はどうであれ行き着く先は人類と文明の死に行き渡ります。惑星の崩壊という形で。なぜこんな危険な書物がこの遺跡に残されてるんだ。加えて現代社会の書物からも宇宙戦争に関する供述が見られる。オトノキの果実にはミューロットの様体がより細かく書かれております。ミューロットは呼び起こしたもののカラーに変色することがこの書物より明らかになっています。最後の一文はマトラーによってはミューロットの力がまるで音の木のように魅力的に見える、この誘惑に惑わされるべからずです。その作者が見た時はミューロットは音の木のカラーに染まってたらしい。それでだ、音の木の果実ってタイトルをつけたのはそれだけやあらへんぜ。さっき花園スタジオである書物を見つけたぜ。しかも発行した時期が2021年だって。つい最近出来上がったばかりの書物ね。その中身が重要だ。音の木はドレミファ学園とは相反するシナリオだからな。水浴の太陽。音の木の方からスタートに
対して手に負えないという供述があるよ。手に負えないとか、音の気もまだまだだな。そうは言うけど、俺らから見ても、音の気に聖子とレインを押し付けるなど、無謀にも程があるぞ。悪いのは客層の幅を、狭めて衰退した J-POP の、運営だ。俺らは知らんぞ。音の気の身に何があったんかが気になるけど、今度はピエロに関する書物も見つかったで。ベネクレア様はピエロのネクロディアにも、言及なされました。待て、本人がおるんだから、本人に直接事情を、伺う方がいいぞ。一応、生命の宿命、ガンチャエンチャ、ヌーロットの裁きの3つがあるんやけどな。わざわざ書物を、漁るまでもないわね。ネクロディア自体はもともと、ニューロットを封印するために、開発された兵器、生死にまつわる力も秘められていて、家中会のように、若さと永遠の命を求めようとするものを、制裁する役割を担ってたわ。古代において、ニューロットは、突如として、この世界に姿を見せ、数多くの生命を取り込んでいったわ。生命の宿命でも英語で、バトラーの心の中で永遠に彷徨うことが、供述されており、古代の神の名も、後の世代も同じような事態に、直面することを強く警戒していたわ。だけど、ニューロットがいかがにして誕生したかはどのバトラーも、知らないのが現状。誕生した地が今の家中会ってことも、今になってのことで、この当時はまだ家中会は存在しなかったわ。家中会の存在が明らかになったのは宇宙戦争の、開戦と同時のこと。ネクロシスは、我々宇宙会が建設したもので、家中会が隣に出来上がったことを、聞きつけてのことだった。そして、天使会では、鍵となる武闘の腰を製造した上で、新他王国で厳重に、管理してったわけやな。ネクロスも追われる立場だったんだな。できれば最初から共闘して、欲しかったぜ。我々は単純に天雷勇者に、適合できなかったものを排除しようとしていたのだ。だけど、途中で天雷勇者に、適合したら意味がないぜ。そういうことか、それはちょっと盲点であったな。しかし、途中で天雷勇者に、適合することであり得るか？そんなことって本当にあるの？そう、途中で適合することもあるんや。ニューロットはかなり強力な魔力と、生命力があって、倒すまでにどの界隈も相当な損害を、負っていったわ。確かに、初見から新他王国はかなりダメージが、でかかった。これってさ、倒しても、どうせ復活するんじゃないんだろうな。案の定、復活してしまったのは言うまでもないけど、それまでは新他とピエロで封印してたわ。ニューロットは壺の中でずっと、復活を待ってたんだわ。ネクロディアを紐としてくくってた壺で。ネクロディアを紐として使っておったのか。まあ、ガンザエンザにあるように、ネクロディア自体は触手としては異常に、硬いものだった。それもピエロ開発ってのがあるのだろう。ネクロディアと繋がったニューロットはどういう行動を、しでかしたんだ？ニューロットが復活した時に、すでにアラブインがいたから、ネクロディアはアラブインが繋いだはずよ。そうなると、ネクロディアはニューロットの、思想に、毒されてるわね。ニューロットは若さと永遠の、命を求めて、アラブインの取り巻きを次々と、引き込んでいるわ。アラブインが儀式を行うごとに、ニューロットが若さと永遠の、命を取り込む形。そうなると、やってることは魔女っ子クラブの、エイリアン X と同じだな。あれもニューロットと同じで、バトラーの若さを奪っていった。ガンジャエンジャには、ネクロディアを繋いだニューロットの、行動が隅々まで記載されていました。エイリアン X と違って、バトラーもニューロット本からガンに、完全に取り込むようです。事実、ニューロットのところに行ったバトラーは、決して帰ってこれないって、言われてるわ。まあ、ニューロットもエイリアン X も、結局はバトラーの心に、潜んでるんだけどな。あと、俺らは川上プロデューサーを、追ってるんだ。ニューロットに取り込まれたバトラーと、同じように、行方がわからなくなっていてな。あと、ネクロディア撃退の兵器の、開発の件を言うと、今は日光がおらんようになったから、開発が止めてる状態なんや。ムーンノブアを開発してる途中で、日光の奴が逃げ出したから、参った。どこに日光がいるのかがわからないし。日光がどういう人物かはこっちでも、周知済みよ。なぜか毎回照れた顔つきだったけど、誰かに恋を、してるんじゃない？いや、間違いなく、これが策略よ。
心当たりはどっさりあるぞ。スターアットとハネムーンとかふざけたことを言ってたし。だけど、あいつ、スターアットが天魔師だってのは分かってたのか。あの仕草を見る限り、全く周知していないみたいね。それだとスターアットとはハネムーンは無理よ。ピエロからもそう言われてるし、日光も頭が悪いのか。ああ、明らかに頭が悪いな。そもそも天外勇者をそんな簡単に落とせるか。先にベネクレアの遺跡の意図を確認してから決着をつけましょう。まあ、ピエロの言い分と合わせて最初の新他見聞録とやらは、例の遺跡の混入の動機について記されてたんだな。相当ダメージがでかかったんだな。なんか、ベネクレア王国の国王がニューロットの勢力を重く見たんだってな。あと、戦国とやらは、ニューロットの復活の力の手段が載ってたな。あとは、音の木の果実だけど、別に音の木に限ったことじゃないけど、バトラーによってはニューロットが魅力的に見えるのが問題だな。あと、アラブインも追記してくれないか。日光がアラブインだった時に、備えてな。それより、スターアットの手に負えないってどういうことだ？これ、なんかまずくない？その音の木ってやらも、アラブインの取り巻きのはずよ。確かに、最近の音の木の行動はスターアットを怒らせてもおかしくないよ。ニューロットを倒して、そのままお別れって線もあるよ。これ。皮肉にも私と入れ替わりで、黒に思われてしまったわけか。あと、ピエロの発言と新他見聞録の記事からして、この遺跡はニューロットの脅威を伝えてるな。じゃあ、ベネクレア王国の国王が、バトラーたちに伝えたことは、ニューロットの力を絶対使うな、ってことだ。だけど、アカラグリとかピエロはそんなことはとっくに、知ってるはずだよ。ただ、私どもだけが知っていても、他の者がニューロットの力を、欲していては意味がない。ベネクレア王国の国王の、継承を、いかがにしてパルナス界隈に、広めるかが重要だ。だけど、スキテスはベネクレア王国の、復興を進めており、今回の宇宙戦争の使用感も建設中だ。アラブインは、この世界の生物がいずれはこの世を、去るという運命を痛く絶望していて、その元凶でもある加齢、衰弱、病弱を断ち切る手段として、若さを求めてたわ。これならいくらなんでもいいようが、進化しても、どうしようもないもんなんだろ。仮に永遠の若さを得たとしても、モラルやリコや判断でいずれはこの世を、あることになるだろう。パルナス界隈なら永遠の命をゲットできるかもしれないけど、日本エリアでは無謀にも程があるんじゃない？都会から離れたとしても、自然災害のリスクがあれだしな。若さと永遠の命は今のところはニューロットだけが、放置できるけど、いずれはニューロットと似たような邪神が、登場することも考えられるんじゃないかな。その時も、メネクレア王国の国王よ、継承をもとに新たな邪神を、撃墜しましょ。さて、日光の頭の悪さの件についてだが、ピエロにもいつも照れた顔つきをしていたって言われた以上、これは決着をつけさせてもらおうか。もう言い逃れはできないね、日光ちゃん。まあ、私も2020年のサンタシップで煽ってみたが、スタートにメロメロのままだった。アツト創始者が影島山で姿をくらませようとした原因もあいつだ。スターアットが天魔師にもかかわらず、個室にスターアットを狙っていたとはのう。天外勇者って、アラブインの取り巻きになったりするか？結論から言うと、天外勇者になると、もうアラブインの取り巻きにはならない。日光とやらも、それを知って途中でハネムーンとやらを、断念したのだろう。なんか、スターアットが天魔師だから代わりに、音の木を狙った考えなめないな。だけど、音の木が完全に黒って、完全に生きることはできないぜ。途中で天外勇者に、適合して、破壊家から脱出するって、線もあるだろうし。そうそう、パワースポット自体は音の木スタジオ周辺にも、設置されてるから、何人かは天外勇者に、適合して、破壊家から脱出してると、思うぞ。ノーマルアットがその中の一体だったら、それはそれですごいな。何にもスターアットの登場？なんか、弟が天魔師になった気分なんやない？しかも、そいつが現実のものになりそうやから、ある意味恐ろしい話やで。だけど、日光はなんかに弾かれたように、見えたぞ。
あらあ、天雷勇者としてじゃなく、別のなんかが日光を弾いたはずだ。そいつは俺自身が日光を弾いたんやのうちに、アースムーンが日光を弾いたんや。アースムーンはアラグインを受け付けへんから。アースムーンだと、あれが日光を弾いたていうのか？それ、言い換えたら、アースムーンは音の気が嫌いなのかもしれないぞ。アースムーン、いつの間にスターアットのコンサートバッジにいたわけ？それも火中会が原因や。アースムーンがスターアットのコンサートバッジと一体化して、パルナス界隈に大きな風を吹き込んだのが2012年のゴーストパニックのこと。そのゴーストパニックに張本人が宇宙界じゃなくなったぞ。あっぶねー。あと一歩のところで火中会に日本エリアが完全に支配されてたぞ。ここまで悪事が行き過ぎていると、ノーマルアットの悪行がただのいたずら止まりに見える。アースムーンはアラグインを引き離す役割があるんだな。アースムーンといえばこの前の祭典のイメージがあったけど、過去にそんな出来事があったんだ。アラグインを引き離すってね。アースムーンの存在はアラグインのこれまでの悪事を推理するのに大きな手がかりだな。ただ推理については、音の木の天雷勇者の適合がまだ不確定要素なので、しばらく時間がかかりそうだが、それまでに新たな動きがあればすぐに解決できるだろう。天雷勇者に適合できなかった奴らは、月鉄界隈においてはみんな、ノーマルアットについて言った、日光こと、かなこも同様に、ノーマルアットについて言ってたぜ。そもそも、日光自体はつい最近のことだからな。なら、日光の知能は、元のバトラーで聞かせてくれないか。かなこも確かにバカな奴だったけど、パルナス界隈にはそれ以上の、バカがいたからな。そいつらと比べや、かなり霞んじまうが、お世辞にもいいとは言えないな。まあ、ノーマルアットについて言ったって、言ったけど、実際は、ノーマルアットに引っ張られてったぜ。適合してなかったことが、ノーマルアットにバレてしまったようじゃ。まあ、ノーマルアットにもバレてしまったのなら仕方があるまい。かなこは音の木で言うと、スマイル組に位置づけられるぜ。またスマイル組でアコノコか。なんでアコノコが多いんだ？スマイル組って。グリコちゃんが多いんじゃない？誰かとはあえて名指ししないけど。なんかそんな傾向があるな。日光は見た目からしてそうだしな。スマイル組のアホの子の比率の高さは異常。スマイル組でまともな子って言ったら、アイちゃんとか一部のメンツくらいかな。確かにアイレンはまともだな。てか、アイレンってアイちゃんって呼ばれてたっけな。どう聞いたって全然違うし、ごまかしたって無駄だぞ。はぁ？やっぱりスマイル組でまともなメンツは少ないのか。アホの子が多いってことは、罠にはまるバトラーが多いってことだ。くれぐれも、取り扱いには注意が必要だ。それでも、赤田組やったら七ハングとかがしっかりしてるから問題あらへんやろ。だけど、ハルヒは紛れもなくアホの子だろ。未だにアーメイとか答えてるし、なんじゃそりゃ。そんなことがあったのか。事情がめちゃくちゃだが、かろうじてアラグインとミューロットの、成り行きを確認することが、できた。海賊船やらを見つけたことやし、じゃんじゃんぶつぶすで。海賊界が周りを取り囲んだエリツ艦を機能停止にするんだ。パンパイツ船長、一歩遅かったみたいね。ショーホームやパンツッチョはこれ以上増やせないよ。海賊船たちが見つけたのには成功だが、パンツッチョの名前は確かに強行停止になるので、話は聞いたし、奴らが復活したそうだけど。うん、確かに復活してるけど、今さら狙ったところで何があるってわけじゃないよ。ピエノって衝撃波花をくじかれたところを狙うつもりだな。やっぱり難しくなった以上、この場でまさかの石川長官で、石川かぶりで、アレツ艦が使えないんだ。石川長官で、もしアレツ艦と死ぬではないか。それは諦めた方がええと思うで。石切り中高弾もピエノッチ症で機能が制限されてるから、エリツ艦にしたところで不完全なものになるのが見えてるで。悪いことは言わへんから、エリツ艦は諦めるんやな。仕方がない。直接、マジで宇宙海と対決するだけで、私、まだ欲しい。了解でやんす。よし、これは赤田組に知らせて、海の戦いに仕向けてっと。破壊下に飲み込まれた奴らもそろそろなんか、行動を起こしてるはずやな。
破壊化がどんどんでかなっとる。これ下手したら日本エリア全域をすっぽりと覆うんとちゃう？そうなったら赤田組もかなりヤバいことになってまうで。せやけど破壊化は五輪の中止の現実化が原因で、ニューロットが先駆けて引き起こしたやつやから、五輪をなんとかして実行できたら破壊化をかき消せるんとちゃうやろうか。ニッキー式微中高弾が復活するけど、レバールを失う方がもっと大損食らうんや。やつらは宇宙戦争の後からでもじっくりと対処できるんや。それよりどうやって破壊化から脱出するんや。そうや、さっき秋葉原になんかのパワースポットを見たんや。そいつを見てみようか。そうそう、これこれ、なんやこれ、昔ラグビー場で見かけたやつや。俺はこれで適性があらへんかったから、今までずっと迷走してたんやな。もしこれで適性があったら、スターアットに頼んで合体させてもらわれへんやろうかな。それに俺は五輪が実現できたら、この破壊化は消滅すると考えてるんや。確かランナーも走ってたはずやから、時期にこの破壊化も消えるやろうな。何はともあれ、スターアットから授かったこのチャンスを生かして、今一度もう一回適性があるんか確かめるで。新タブレ天雷勇者の適性があるんかがな。おおおおおおん？どこからか叫び声、それもかなりの黄色い悲鳴だったよ。破壊家の方から声がしたよな。完全にノーマルアットが叫んでた。きたー。だってよ、これ俺らにとってもポジティブな予感がするぜ。いいニュースを期待してるぜ。破壊化に飲み込まれたことで垢抜けたんじゃないか。その割にはかなりと時間がかかってるな。あや、何者かに取り憑かれた感じだぜ。それにしてもスターアットは本気で音の気をほかすつもりなのかな。そのデッドラインの万博までまだ4年残ってるちゅうのに、それでもそのような未来しか見えへんか。よほど音の木の動向や性格は期待されていないようであるな。あと、このシャンデリアみたいなんはなんだろうな。そのうちわかるはずだから、今は気にすることじゃないぜ。デザインが太陽なのがなんとなく、引っかかるけどな。これまた音の木を没頭させるデザインだな。だけど、今は音の木はニューロットの元におるだろ。本当にな、肝心の音の木が飲み込まれたとなると、俺らもあいつらに下手に関わるのは危険だな。これは将来の月鉄界隈における音の木の姿なんやな。やっぱり関東のもの当てにならんわな。そういうところもやっぱ月鉄界隈は関西系列の血統があるんだな。一方で、そうなると、伊豆箱のラッピング車が浮かばれないな。気球で流した車両という関係上、音の木を浮かす見捨てるってのもどうかと思うが、万博までの4年間も今のまま推移して、そのままお別れっていうのはさすがに酷だろう。私どもからしても許されるなら音の木の救済を考えたいものだが、季節界隈の考えに基づくと、所詮は音の木も関東のコンテンツ救済する分の価値に見合わないと判断しているのだろう。もちろん俺ら季節界隈でも音の木の買収計画を検討してたぜ。だけどこっちにはドレミファが学園がおるし、音楽の方向性が相反するから、結局はラグ鉄を買収するだけにとどまったけどな。まあスターアットがやりたがらなさそうだ。スターアットよ、そなたはもう音の木が欲しくないっていうのか。今のありさまやとお世辞にも音の木は欲するもんには及ばへんわな。ダメだ、スターアットはもはや音の木を敵のように見てるぞ。これは憧れの音の木が逆に敵になったってこと。大花札屋に来ることなく破壊家に飲み込まれた音の木に死んだのかものあらんことを。死んだは音の木を一方的に敵対視してたから、カゴなんてありえないはずだい。でも今は可能性を信じるしかないよ。可能性やったらこいつがあるで。ラグカモンド。スターアットよ、なぜラグカモンドを持っているのだ。なんでって以前から持ってたもんや。理由を聞かれてもしゃあないわな。スターアットが持っとかんと逆に危ないことになってまうんや。ラグカモンドだと一体どんなアイテムなのだ。音の木にまつわる特殊なアイテムや音の木関係の運用を実施しているものは皆このアイテムを所持しておる。格が高い個体を所持しているものとなると、いかなる暴行があっても音の木を自由自在に活用使用できるのや。現に以前まではそのラグカモンドで各社とも順風満帆に運用をこなしておったのや。
ラブカモンドはコンサートバッジとは完全に役割がちゃうアイテムで、厳密にはラブカモンドがなかったらいくらこっちがコンサートバッジを多く持ってようが音の木とは組まれへんねん。とりわけ音の木関係に行かへんバトラーはラブカモンドを持ってへんものも多いんや。ラブカモンドを持っていて音の木関係の運用をやめたいとな。これスタートの持ってるやつはそんなにグレードが高くあらへんわな。その線は十分ありえるね。ここまで防波な札やうんぬん言ってる時点でね。あとラブカモンドにはある副産物も秘められてるんや。今回その音の木が破壊下に揉み込まれたもののこのラブカモンドを持っていれば遠隔で操作ができるのじゃ。しかし音の木まで揉み込まれるとは思う。何が起きたかは周知しております。問題はなぜアラブインがニューロットを動かしたかですね。それがニューロットは自然に目覚めてネクロシスを突き破ったという報告も耳にしておるのにゃ。いまいましいことにゃ。音の木もカラーに染まったばかりに。しかし、シンタとニューロットが対決していた当時はまだ音の木自体が存在していなかった。それにもかかわらず、なぜ音の木の果実が書かれるまでに、ニューロットは音の木のカラーに染まっているのだろうか。謎、ニューロットと音の木ってどう関係があるんだよ。本当に音の木がアラブインの取り巻きとなったのなら、話はわかるぜ。そのことにゃが、おそらく、その音の木を破壊下に飲み込んで、音の木もカラーに染まったか、あるいは、音の木そのものが、アラブインやヌーロットを動かしているのではないだろうか。そんな動機がどこに。腐ってもドレミファ学園の流れを組むポップスターですよ。そんなメンツがアラブインに寄り添うことなんてあるのでしょうか。それが音の木にはその可能性があったんや。特に俺との関わりをめぐってな。それを根拠に花園スタジオに水浴の太陽住所物が届いてたんや。俺に関して音の木はもう手に負われへんって書いてあったぜ。今となってはアラブインの奥におるんやろ。マックのシンタ世代の基準によると光属性と闇属性はそれぞれ天雷勇者かアラブインのいずれかに適合することとなる。そして前のソルルナ世代までの属性とは互換性が完全になくなってるぞ。そうなると以前まで光属性と扱われてたバトラーが今回のシンタ世代で一転して闇属性になるってケースも多いはず。それでそうだけど音の木って天雷勇者の適性はあったのか。今まで一度たりとも言及してなかったが、なぜに適性チェックをやってなかったんだろうな。天雷勇者っつーんはあくまでプキテク感なんだけど話し合ったからな。他者戦のバトラーが天雷勇者になるっつーんは全く想定してへんかったんや。だがスタートが天雷勇者となって以来他者のバトラーでも該当した者が続出したそうだ。プキテク界はオンリーだったのか。以前まではそうやったねや。せやけど、この前のコンサートバッジの、カランギ剣や、フェアリーシーの暴走を受けて、他者戦のバトラーの適性チェックが、必要となったねや。でだ、そうなったらそうなったで、今度は、他者戦のバトラーを中心に、天雷勇者の適性がなく、アラブインの予備軍が続出したんだ。これに関して、月鉄界隈として、極めて残念な事態が明らかになってもうた。音の木まで、天雷勇者の適性がなかったの？まあ、当然か、当然や。ボルハナスガヤにくぬいしがあらへん時点で、十分アラブインを取り巻きあれ。私が言うのもどうかと思うが、音の木は天雷勇者に適合できていなくて当然である。おお、なんとも忌々しい事態じゃ。本戦ことに大鳥環状戦の、虎の子がアラブインの予備軍だったとは思う。これでは、我が孫が音の木関係の、運用を擬態する計画を検討するのも無理はなかろう。どうしてこうなったかはいろいろと想像がついてるぜ。小悪魔衣装に棒ピエの媚び売りなど月鉄界隈にとって都合の悪いことばかりだ。音の木の周りには悪魔が多く集まっておるのか。なんとも気味が悪い話だ。ただこの事実のおかげでニューロットのあの切り札の傾向がまた見えてきたんや。あ、よう見たな。赤ら組は日光ことかなこんだやと。誰も破壊下に飲み込まれへんかったれ。実は、破壊下に飲み込まれるバトラーって、アラブインの予備軍、天雷勇者の適性がないバトラーやったりするで。うわ、僕たちのユニットもかなり危ないよ。後の世代からはプロテクトを、かけてるから、なんとかなるけど、僕たちの世代までは対象に入ってないんだよ。とりあえず、天雷勇者よりもしよ。アラブインの予備軍を組もうって
飲んどくれ。それを踏まえて改めて言うと、音の木は間違いなく黒だったんだよ。音の木が白だったら、とっくにアラブインを撃退する切り札が、完成間近のはずだからな。そうやな、音の木が黒いせいで、なかなか切り札が完成できずにおるんや。にしても、このラブカモンドやけど、感触がえらい生々しいんや。不気味な話やで。わしは音の木関係についてはかなり疎いものやから、詳しいことはよくわからぬが、森井で会社の言い分やと、我が孫のラブカモンドは他の、バトラーの個体とは、仕様が異なっておるとのことにゃ。それで、どのような感覚にゃ？まるで握手してるような感覚やな。ライバーなら慣れとるはずやけど。このラブカモンドやけど、アラブインを撃退する重要アイテムなんとちゃう？ああ、俺もそんな風に最初から認識してるんや。こいつは常にもっとかなかんやつや。それよりも、他の界隈はどないするんや？このまま野放しにしてたら余計戦争は激しくなるだけやで。そうやな。ニュールとマドリンに新タ王国の、テコ入れを任せてるから、俺らは直接、アラブインとニューロットを一網打尽にするつもりやで。このラブカモンドを爆破してな。音の木を爆弾として活用するとは、ライバーが黙っていられぬ行為だ。無論、スターアットはライバーではないばかりか、セロンはスターアットが音の木を嫌ってるて見るようになってきておる。最近は、そんな感じがしてるけど、ラブカモンドは量産ダビングしてあるんや。どっかで見たような展開だけど、気にしないでおこう。まさかと思うけど、そのラブカモンドは、音の木の意志と一体化してるんじゃない？そうかもしれへんで。音の木を含む関東エリアが破壊下に、飲み込まれた今、手段を選んでる場合とちゃうで。もし、音の木がアラブインに寄り添ってたら、俺らはこのラブカモンドを破壊してまで、奴らを爆破するで。ニューロットは、本体かアラブインが倒れたら終わりやからな。もっとも、当のアラブインも、本体に乗り込む構造やから、命がどうなるかはわからへんがな。最悪の場合、音の木はそのまま天使になることも、考えられるね。川上プロデューサーも、間違いなくアラブインの犠牲になったはずや、音の木に関しては、友が徹底考察してるから、あいつが帰ってきてからやな。友が帰ってくるまで、とりあえずは他の界隈を、潰しに行こうか。さすがに俺らだけのんびりしてたら、他の車両やバトラーからブーイングが、飛ぶぜ。魔女界は海賊界に制圧され、破壊下に飲み込まれて消滅してった。女機界も時期に鬼滅軍によって、殲滅されるじゃろう。女機界こそ破壊下に飲み込まれたら、きっとは楽になるんやけどな。あんな歓迎されてない界隈が、残るなんて、相当ずっといのね。これは、ダメだ、口にすら出せねえ名前の、超危険なやつだ。これがエリチカンの4杯か。グレモン王国を批判させたりした谷を、今、ここで返してもらうれ。エリチカン、大、壊、滅。海賊界の飛脚を立ったぜ。エリチカンが殲滅してしまったけど、グレモン王国の天使界によって完全に防衛されたぞ。って思うてたやろ。ということでいいんでやんす。とお父ちゃん、これでは我々の犠牲になるでやんす。ふぅー、そこーって、誰使うんだよ、我々の処分だけに遮断するけど、どうせ。誰を恨んでるっちゅうんや。そこーって、キャプテン、パンパイツ。海賊界の陰謀は完全に、断たれたんや。どんなに抵抗したところで。天使界に傷一つはつけられへんで、なんなら、俺自身に直接攻撃してみるか。煽ってるように見えるけど、事実なんだから仕方がないだろ。さあ、チェックメイトやで。
さらばだ、海賊会、ショーホーム、パンツっちょ。季節会長にして、天魔師でもあるんや。私の出る幕なしに海賊界も撃沈していったか、残るあの機械とか仲介のみとなった。そうそう、さっきまた一体破壊下から脱出できたものが現れた。スターアットと似たようなものであったそうだ。ノーマルアットという線が強い。そしてそのものからパルナス界愛全車両とマトラーに対して警告が来た。音の木を含む関東エリアに近づくなっと。間違いない。2012年のゴーストパニックの野望は今の関東エリアのようなものだ。破壊かもか中は何が起きるかわからぬ。変に近づくのは自殺行為や。これだと音の木を救出にすらいけねえな。もしあいつらと対面した時は戦う構えを怠らないように。今は敵とみなしてるから徹底抗戦あるのみやで。あとパンパイプ船長、我々赤名組は一式微通行難の衣装を取り寄せることに成功した。ビビッドネオンネットワークを狙うならまなしも、なぜ一式微通行難を狙ったのや。我々はお前を見ていたのだ。我々はここの世界観にも現地に向いてはしようというのに、そなただった。一式微通行難の衣装だな。せやけど俺らが知ってるクレヨン王国は海賊界の言うものとは全然ちゃうやつやで。私も確認してみたが、そのような描写は一度たりとも見られなかった。本当にショーホームの姿の奴がクレヨン王国にいた夢だったのか。そこは徹底的に明確にすべきだぞ。お前のやったことは責任重大だからな。その件やけど俺も似たような夢を見たことがあったんや。お前も見たことがあったのか。その時の場所と衣装はどんな感じだった。パンパイス船長と同じシチュエーションやったけど、メインのヒロインはワンピース姿やったわ。おそらく、パンパイス船長の優勝フォーム姿やで。なんだと？それ、本当なのか？確かに、ワンピース姿の消防のを見かけた。せっかくでもなんでもない。てか、昔はワンピース姿の消防ムなんてのがあったのか。消防ムも種類が案外豊富なんだな。最近ではアイドル型なる個体もおるし、あと、厳密には、ショーホームとパンツっちょて、別個で分類されてるぜ。同じようなもんだが、ショーホームには、ワンピースの個体もおった。その個体は今はパンツっちょに、分類されておる。パンパイツ船長がクレヨン王国で、見たのも間違いなく、今のパンツっちょであろうか。と言っても、確かにパンパイツ船長はクレヨン王国で、パンツッチョを見かけたようだしな。しかし、なんで石切り中高弾を狙ったんだ？やっぱ、ブラウスの情があれだからか？皆様は、クレヨン王国で見たような消防の絵だったためで、その機体が石切り中高弾のものだと思ってたのだ。しかし、本当はワンピースの姿だったとはな。まあ良いやろう。こっちでも石切り中高弾の衣装を取り寄せたのやから。それよりも、はよニューロット撃退用の兵器を作らんとやばいで。では取り掛かろう、ニューロット殲滅兵器の開発。ようやく開発が始まったようやな。随分と遅れをとっていたようだが、日光がいなくなったのが原因か。スタートを終点に乗せてハネムーンを実行する間際に、アースムーンに弾かれて地球船と共にそのままどこかに飛んで行ったのだ。まあ、これが皮肉にもアースムーンがアラブーンの取り巻きを弾くってことを知るきっかけになった。日光が黒なのはアースムーンが証明した。一方で他の日はまだ黒かとは言ってです。殿から通達が来たみたい。スターアットの動向に関することだって。友の項目人の他の機関係の調査を終えたようだな。それで、どういうことが分かったんだ。スターアットの動向って言ってたが。スターアットは、音の木のメンツに黙って向こうよ。運用を放棄したってあるんだけど。破壊下に飲み込まれた状況で、音の木関係の運用なんて、できるわけがないやん。だから言ったやろ。音の木には近づくんちゃうでって。ノーマルアット。破壊下から脱出したのか。それにそのコンサートマッチはどうやって入手したのだ。ついにやったぜ。
その俺も、天雷勇者に適合できたぜ。ある意味で音の気に勝ったぜ。おお、ノーマルアット、ついにやったんやな。それでか、音の木に近づくなって警告したのは。ノーマルアットとズンタリさんのやりとりは死ぬほど面倒なんだけどな。ネクロスとかミュールとかがおる以上、そんな真似は絶対させねえぜ。それより、音の木の方は他にとも、調査についてたんだ。双方から色々と情報が飛んでくるぜこれ。てか、今は他にも何かおるやんな。懐かしのネッシーとか。アイスター、アイスター、アルティーの会場、アルティーの会場。協調性のないレッシー。てか、いつから春日の会場にハマったんや。だいたい2020年の夏頃だぜ。パーキッスに会いたいんだって。友と奈々は再会できたけど、これだけでも十分パーキッスとして機能してるぜ。てか、パーキッスが使ってた部屋で、スターアットが天魔師になるアイテムをゲットしたぞ。てか、ネクロスがおるやん。どういうことなんや。ネクロスは以前から宇宙界が偉いことになってるから俺と密談してたんや。そこら辺の RPG あるあるやな。ラスボスに追われる敵と思われてたやつ。それより、音の木はどういう状況だったんだ。トモモノーマルアットに負けないくらいに、どんどん報告してくれ。最悪や。もう花札屋に金だけであそこまで、堕落するか。破壊化に飲み込まれて最初に、あいつらを見たとき、思いっきりドン引きしてもうたで、小手の小方の作戦が、些細な演劇レベルに見えるわ。自分で言うのもあれやけど、この程度ではアラグインの取り持ちとして役に立たないって思われてたんだろうな。だから言ったんだ。大花札屋に金勝ったら知らん。ちょっと悪いけど、俺らとレインドリフトは音の気は知らんぞ。あんな奴らは本戦のエースに見つかわしくない。なんでコパンとパンパイス船長もおるんや。なんやねんそれ、パンツっちょのことやんか。しょうもな。あまりにもくだらないものだったから、スターアットはガン無視だったと。せやけど、一気に中高弾の衣装がこっちにあるから、あの姿を再現できるぜ。ナッツ。てか、一気に中高弾ってまた活動を再開したから、俺としても警戒。ワイランか。こうやってマドラス系の4人が揃ってるわけやし、それよりも音の木のメンツに近づくなって警告した件やけど、性格までダークサイドになってたぜ。部活に近づいたらどつかれるぜ。どんどん噂になってた通りのようになってるな。誰かが絶対大花札屋なんかに行かないからってほざいてたアホがおったけど、どうせスターアットに見捨てられるから、細かいことはあえて気にしないでおいたわ。そのアホはどいつだーって叫ぼうと思ってたけど、どうせ見捨てるつもりだったから、どうでもよくなったぜ。ファンタシックの頃と比べて全員冷めちまってるようだな。それもそうだ、いつしこ好き鉄に大逆襲するって話も出ているぞ。完全に俺らを敵に回したな。絶対アラグインの取り巻きだ。信じてたのにこのざまとなると、さすがに音の気を許せなくなってきたよね。同じチームのマンド系作品に肩入れしたことを恨んでるんだな。そんなことするにあったら、おとなしく大花札屋に来たらええだけやん。今ではそのバンド系作品の方が運営力が長けてるって噂だぜ。ここまで来ると、むしろ万博が終わって音の気が切り離された時の顔が気になってくるぜ。4年後となると、わしの場合は万博と音の気が切り離される光景を見られるかが問題や。それ、万博はともかく、じっちゃんも早い段階で音の木との別れを目にするかもしれへんぜ。アースムーンは音の木を弾くか、それさえ確認できれば白黒の決着がつくんだけどな。あとは、チンタオウ国の国王に事情を伺うくらいしか手段はないかもしれない。チンタオウ国だと思う。今はうかつに近づくことは避けた方が良いやろう。向こうでも音の木の排除が進んでいる状況だ。おじいもあんまチンタオウ国をよくは思うてへんみたいやな。
ヒンタ王国やが、家来の一部がアニメオレガールから排除しようと企てておる。国王はこのような行為は一切望んでおらぬのにゃ。おともきの排除は王国にとっても、異常事態にゃ。せやけど、あの連中は、俺らともたびたび衝突を、繰り返してたわ。いや、その件は俺もうすうすと感じとるで。あれはものすごくがっかりしたで、地元民としてな。近鉄が王政期の衰退状態やったてか、特急がてこ入れされてるからマシなはずやけどな。そういうことじゃないぞ、日本エリアのバトラーのド M の比率が高いってことだ。うわがさー、俺らのイメージと全然ちゃうやん。それで近年の二次元のバトラーどもはどうしこえてるんだ。わしらはやる側やからアニメの文化を進めることはできんかった。ド M だから現状に満足して進歩を望まんのか。情けない。わしらは攻めの姿勢や、アイスピックに攻略するのや。さすがにスターアットは極端すぎるけど、これって何を言いたいわけ。わしのイメージやと、ゲームは S 向け、アニメは M 向けってところにゃ。まあ、俺もおとのきを操りたいって、思ったことが何度かあったわ。やっぱり、季節はいろいろと恐ろしいでやんす。これ、おとのきは一番敵に回したらダメな相手を、敵に回してしまったみたいね。いつの日かおとのき殺人事件ってなりかねないぞ。本当に危なっかしい。だからサンタシップを仕切ったのだ。引き鉄にはサディスティックな男どもが多いから。わしらがアニメの面々を潰すって言うつもりか。そんなことをしたらキャラクターヒーローとして失格にゃ。これを言うならなぜアラグインを後を追わぬのにゃ。アラグインは察知能力が高い部活に追跡するとかえって捕まりかねない。ついでに言うとカリンカはアラグインを追ってヤツから繰り出されたスペートスにやられたのだ。アラグインが影島さんにスペートスの遺跡を設置一致したのは天使界に儀式の場を作るつもりだったのだろう。なんや、アラグインの督促を切っておったのか。仮にも宇宙界の隣に位置する界隈だ。アラグインはシンタ王国を襲撃して武闘の星を奪還、ネクロシスを解放したのだ。カリンカは武闘の星を奪われたからアラグインを追跡したが、スペートスの前に屈して亡霊となったのだ。アラグインが繰り出すスペートスは恐ろしいぞ。私でも倒すことができないレベルだ。アラグインの前だと立ち行きはままならぬのうやな。ベネクレア王国も皮肉な境遇に立たされておった。グランドチャイムを隠すために生み出されたフェアリーフィートやらの妖精アンドロイドは天雷勇者に適応せず、アラグインの取り巻きまっしぐら。結果として同じアラグインの取り巻きのノーマルアットに爆破されたが、アラグインの取り巻き同士は協調性が皆無で、時としてこのように取り巻き同士の争いも多発する。アラグインの取り巻きをユーロットに組み入れたのは足を引っ張られることを阻止する構えだったのだろう。今まで聞いたところ、日光はただのアホの子、川上プロデューサーは長い間消息がわからないから、そこまでアラグインの勢力に影響を与えなさそうだけど、おとの木がニューロットに引き込まれたらものすごく、やばくない？ただでさえ大人数で、ライバーの人数も甚大、そして、大花札屋に来る意志が皆無の、三拍子って、これ、下手したらアラグインを倒されへんで。ボルティーのタイプに当てて確認したところ、アラグイン自身はエスパート、闇矢が、ヌーモットは闇とゴーストを掛け持ちしておる。こうなると、弱点はっかりくらいやろう。これはもらったわ。スタートもっかりの複合やん。今開発している兵器も光が地帯だ。いち早く弱点を特定できたのが幸いだ。あと天雷勇者に適合できた今やからこそ言えることやけど、本的に学校現場はアラグインの取り巻きの巣窟やから、赤田組は学校現場に向かうことはおすすめできひんで。だろうな。だけど必然的って言われればその点は無礼なのが鋼だな。日本エリアの場合は心も気も疑がなってないのか。アラグインも取り巻きと思われておるのやろうか。前組のやつ、両安な長い期間も、意識利中高団の奥におったもんや。俺らは遭難団が意識利中高団に、深海入りしてから、現地を視察に向かったけど、本当は、カリンカが亡霊になってから、前組が自暴自棄になっちまって、気づいたら意識利中高団に立って、話さ。それにしても、赤田軍は遭難団はともかく、前組と分断パンのことは、
完全に忘れ去ったんじゃないかって思った。ノーマルアットモイスキー中高大も2009年が最低期ってあるんですが、あれからずんざりファンたちが赤だるみに車で10年以上もあるんですよね。確かに、石切中高団がある機会をやってから、2012年の夏に赤ダブルが、日本エリアにカムバックしたんやけど、それまでにネクロスが日本エリアを支配する気配があらへんかったわ。ああ、その機会やけど、若さと永遠の命に関するもんやったわ。まあ、石切中高団がアラブ縁の、取り巻きとなっても大した脅威にはならんと、思うんやけどな。それはド M が多いって日本エリアに対する当てつけか、ノーマルアットよ。その点も含めてこっちも赤だるみの動きを見てきたけど、遭難団とズンザリ班、それに舞積とやらを救出するような気配が全く見られなかった。俺ら完全にそいつらのことを忘れとったわ。あと我々宇宙界は日本エリアを侵略する計画は一度たりとも立てたことはない。2012年の8月、その時がアラブインが最も日本エリアに接近してたのだ。デッドナイトシノブは間違いなくアラブインやったんやな。せやけど決して油断するんちゃうで。当時とは比べ物にならんくらい相手は強化してるで。間違っても石切中高団の存在は赤ダブルも忘れたわけやあらへんで、カリンカがおらんと石切中高団の件は話が進まんかった。そうだろ、ブンガリファン、あいつらおらんと舞積が振り返ってくれなかったんだろ。よっぽどショックが大きかったようだぞ。それ妹と同じやな。ブンガリファンになりすましたノーマルアットが妹を連れ去ろうとしよったわ。未遂に終わったけど、以降完全に俺に依存しとる。アラブインの取り巻きとしてのバクジらしさは一応は見られたのだが、それで赤ダブイはどういう行動を取ったのだ。カリウカの剣は霧があらへんから先に白樺姫を連れて帰ったわ。ズンガリファンがずっと石切中高団で居候してたから、このまま迷宮入りするんかて思うたぜ。どこを探しても全然白樺姫を見かけないから、元の世界に戻ってみたら何事もなかったかのようにいらっしゃったのだ。きっとスターアットが魔法で連れて帰ったんだな。何が魔法だよ、お前がもたもたしてるからスターアットが尻目を切らしただけだろ。てか、カリウカがおらんと布団の星は揃えられなかったのか。ズンザリファン、お前たち、なぜ舞積から布団の星を受け取らなかったんだ。カリウカの封は白樺姫が持ってたぞ。ということは、戦略次第ではズンザリファンたちに黙って武闘の星を揃えられたわけか。実日向は姫は救出されたんだ。いつ救出したんやってか。2016年、ノーマルアットが逮捕された時や、この時からとっくに音の木とは防花札やで確執が起きとる。最初からうまくやっていけてねえやんか。そりゃあラブユに深海に住むに決まってるやんかよ。まだ不確定要素には変わりはないけど、ほぼほぼ確定のようだ。てか、いつ白樺姫は誘拐されたんや。月鉄グループもホールディングス化直前を、2010年、ヒイラギショックも発生と、論議のことにゃ。これはアラブインではなく、ニョキカイの仕業だ。ニョキカイは2007年に天使校を汚染した張本人でもある。なんちゅうかいわや。さすがは鬼やな。さっさと鬼滅軍にやられてまえ。まあ、奴らは放っておいても、鬼滅軍にやられるだろうから心配ないさ。チンタ連合の前でボーピーのことを言っても仕方がないだろう。そうやで、ヴァンパイス船長、今はボーピーが日本エリアで壊滅的な状況なんや。それに、パルナスカイアンではありませんとは逆に、スマホゲームの危険がものすごく厳しい。そうなると、パルナス界隈でのゲーム市場は防花札屋に頼りっきりだ。だから、音の木にも防花札屋に来てもらいたかったし、誰も赤だ組がボーピーに向くことを意識してなかったのさ。悪いことは言わぬ、おとなしく防花札屋でいたしんもんや。だけど、音の木に関してはそんな論調が、かえって荒となってるんだけど、立派としてはどういう考え？やっぱ音の木は手放す計画なのかな？音の木に関してはかなり厳しいやろう。コンサートバッグが破難したものが多いほどにゃ。その件やけど、音の木とイズバコのラッピング社の奴らはアースムーンに弾かれたちゅう報告も
出てきたぜ。スターアット以外にもアースムーンを取り組んだやつがおるんやな。なんやと。ここまで来るともはやおとのきは救い心がなかろう。マジですか。おとのきのない月鉄がこんなタイミングで現実のものになるなんて、キャラクター史上そのものが完全に腐敗しております。このままではレガールショックなる史上危機が発生しかねません。心配はいらぬ。我々はすでにレガールの次くからアニメ関係を除外しておる。おとのき関係の運用を辞退するって計画を打ち立てたのもはそういうことだったのか。あと、ネクロスよ、グランドチャイムと同じクロムで建設した要塞はゴルニャ。それを辞しても宇宙界は世紀末だ。アラブインは若さと永遠の命以外にも埋まっておる。おとのきがアラブインの取り巻きとなったら、完全にその事実が表面化しちゃうよ。アラブインの生まれた地を知る人だったら、アラブインの過去も知ってるはずだけど。アラブインが今の火中界出身なのは事実。ミューロットの誕生の経緯だけが知らないのだ。ミューロットって破壊神だよな。これはもはや神話的な領域だぞ。ところで、おとのきって何を根拠にスターアットの手に負えないって主張してるんだろう。心当たりは数多くあるはず。心当たりは、そりゃあ聖子とレイントーン学の価値観のズレが今回のおとのきの問題に直結してるんだろ。おかしい話やな。俺はただ夢地とかでおとのきを運営したいだけなんやけどな。この方法かな。今回の議題はとても考えられぬ。スターアットの夢地としての運営ではなく、他のところで大きな歪みがあるようだな。さっきからおとのきがボーピンに媚び売ってるってあるけど、それ、おとのきが利用されとるんや。その点、ボーバイド警察品は運営力が長けてるわな。この問題を審査王国が聞いても仕方がないと思う。悲しいね。僕たちの組織に運営力に疑問符がついてるなんて、僕たちも夢地として生活していたら、こんなことに巻き込まれなかったかもしれない。あ、そろそろ新たな兵器ができそうだから。新他の真実の鏡を見てみない？何か事実があるかもしれないよ。今なら内容もものすごく変わっているはずだ。完成したら見てみるか。雷の音がしておるが、これが新たな兵器で響く音なのか？これ、オールクラッシュ、スパイラルレガール、アレキサンドライトと、主力の必殺技の流れを、組む爆撃系の技のはず。それが、雷のようなスタイルに激変してる。さあ、いよいよ披露の時だぜ。にしても、スタートよ。あたり一面が稲妻だらけでねか。一体、これは何なんだよ。ついに、完成するんやな。な、何が完成するってんだ。ついに完成したぜ。宇宙戦争を終わらせるべく、開発してたアレキサンドライトの、合計技、無流弾、ようやく、準備は整ったわ。おー。恥って言っておきながら、稲妻っぽいんだが、さて、果たして、これでアラグインを倒せるのだろうか。これ、ドリンタってより、トレインドリフトで出てきそうだ。俺らがこの技をバリバリ。って、列車が暴走してしまうぞ。無流弾を開発するにおいて、結構苦労してもうた。さあ、次は真実の鏡を見てみよう。今の音の気はどうなってるか。さあ、真実の鏡。音の木は結局どういうルートをたどるか見せてみるんや。運命の時が今幕を開けるよ。別に俺らには運命でもなんでもあらへんで。見えるで、見えるで。あら、破壊化に飲み込まれた後のイメージに見つかない姿になってるね。権利処理の問題から映像を見せられないのがもどかしいけど、俺が見たことをありのまま言わせてもらうぜ。スクユニ姿でスタートを思って大号泣だ。よかった、ダークサイドじゃなかった。その光景が恐れてたんだよ。イズバコのラッピング者にとっては一安心なんやけど、これやけど、何回も夢地で見まくってるんや。コンサートバッジの破断で眠ってた時以来。これが音の木がスタートに対して思ってた姿であったのか。まあ、月
地球にとっての音の木ってのは、イズバコのラッピング社のことだけどな。これでダークサイドだったら、今すぐにでも運用自体を、提案してたよ。しかし、一つ気になるけど、本当に大号泣の夢を、何度も見かけたのか？コンサートバッジ破断時は音の木スタジオ周辺で、最近の大号泣の夢は、誰も売れへんステージでやったわ。いくらなんでも、細かいところまで記憶しすぎだろ。てか、あいつらがあそこまで、スターアットを意識してたなんてな。あいつらの音楽が僕らとかばっかやから、俺のことを意識してたことが、全然アピールとして伝わってる感覚があらへんのや。これこそ、音の木に瑠璃色の地球を、歌ってもらった方が、パルナス界隈にインパクトを、与えられそうやな。ちゅうことで、イズバコのラッピング社、歌の方を、よろしいく。さて、これで少しは中和されるやろうかな。なぜか K8000K8007F が、ノリノリだったな。それで本当に通用するんか？いやー、今はそんなことを気にしてる場合じゃないから。さっきの歌の影響かはわかりませんが、破壊下で異変が起きてまーす。アラグインは察知能力が高いから、さっきの歌も気がついたはずだ。え？アラグインの取り巻きが次々と、飛び出してきてるって？そう、これこそが狙いあったんや。アラグインたちの大襲撃。なお、下中大名、俺は今から、出来たての無流弾を持って、下中大名を殲滅しに、行くで、この中に、音の木とかなこと川上プロデューサーがおるか、この目で確かめたるんや。つまりは解散しちまったけど、また川上プロデューサーに、出会えるのなら十分だ。音の木とやらが本当にアラグインの取り巻きになっておるか、ここで確かめることができる。今の下中大名を殲滅できたら、破壊かも消失するみたい。私は花園スタジオから、音の木スタジオを通じて現地の状況を遠隔で見てきた。安心するといい。まだ音の木はアラグインに連れ去られていない。今なら、音の木を救出する最大のチャンスだ。だけど、アラグインの察知能力を、前だと、音の木がそれまでに連れ去られる可能性が、高いぞ。とにかく、俺は今から潰しに行くで、音の木が連れ去れられようと、関係なしにな。スターアットなら確実に破壊かを、破壊するはずや。俺らも俺らで死んだ王国の、処理を行わないといけないな。ニュールとマドリンならなんとかしてくれるはずだ。そういうことで、早速現場に向かうで。今起きてることはありのまま言わせてもらうけど、破壊家やのうちに日光ワールドに突っ込んだ気分やわ。これは5月の午前中に近鉄 5820系がすこぶったから日光カラーに変わったんやわ。中途半端に階級運用に入って V や9020系初期者と組んでたら余計やばかったやろうな。さあ早速やけど、新兵器無流弾をじゃんじゃん撃ってやるで。アラグインの取り巻きの奴らがあっさりと駆逐されてったわ。せやけど俺が狙ってるんはそこら辺の王の奴らやあらへん。この破壊家によるならいち早く音の木をなんとかせなかんのや。この破壊家に飲み込まれた奴らもおそらくは他の界隈におったんやろう。ネクロスの言うアラグインの取り巻き同士の争いってより、すべてはニューロットを動かすためのアラグインの思うざまなんやで、特にEと M の多いニコンエリアやと、パッションが弱いからカモにされやすいんや。ここまで音の木を切り捨てる動きに舵を切るようになった動機ってなんやろうな。ほんとそれ、スターアットが本当は音の木が好きじゃなかったとかならまだいいとして、もう花札屋に来ないってだけで、音の木を見捨てるようなことをやるほど、スターアットはそこまで冷酷じゃないよ。新他王国の計らいの可能性も考えないといけないからな。ここまで元凶が分かってないってことは、音の木に関しても新他王国が絡んでるはずだ。私の観点だと、ポーピーに媚びを売られたからショックで、音の木と別れようと考えた。そんな見方もなくはないのだが、そこまでメンタルが弱いバトラーとも思えない。
通のやつだったらそこまで意識してないぜ。音の木の場合は御大鳥環状線のエースだから特に深刻な問題なんだ。直接大夢の国とか新田王国に線路が繋がってるから季節に不都合な事態には特に敏感に見ていかないとならんのだ。てかスタートはサンタシップの時に二人称はそこまで意識してないって言ってたはずだ。てかスタートって結局一つの王国を支配したいんだろ。新田王国とかその考え方の結果がサンタシップの実行委員長就任になったのだ。もっともスタートが音の木を支配したいって考えているかは疑問点だが、言っとくけどスタートが支配を考えてるのは辞書のエリア管内においてだけだぞ。そんな思想はセイコトレインとして思いっきり現れてるよな。俺らも音の木がスタートについてこれないってのはわかるぞ。俺らから見ても音の木がスタートに振り回されてたような節があったし、俺らとレインドリフトもいろいろと暴れまくってたんだけどな。それはそれでスタートは相当謎に対して拒否反応が大きいようであるな。そういえばさっき音の木を解体みたいなことを言ってへんかったか。その件はなかったことになっておる。それ以前にこちら側のドレミファ学園との共存が問題となるやろう。スタートが出発した後やから、スタートがおらん時に行った方がええことを今のうちに言ってみるか。軽犯なの車両たちよ。エリチ艦の壊滅以降何か動きはあったか。日光の姿を見かけたことはあったで、いろいろと連れてたんやけどな。そいで日光はどうなってたんだ。いつものように地球船に揺られてたよ。やっぱかな子やな。あいつはシャレにならんくらいに地球船が大好きなんだな。それで誰と乗ってたんだ。音の木のメンツの姿も見かけたで。音の木のメンツ、あいつら破壊家に飲み込まれてるし天雷勇者の素質を持ってないから自力で脱出できんだろ。まさか日光のやつが連れてきたとか。完全に当たってるぞ。複数の数やったから数えてみたで。はあ、1台だけじゃないのか。複数で飛んでたのかよ。そう、複数の気球船が飛んでったのだ。ね、それでどうなったんや。数を数えたところ全部で5台飛んでたで。音の木とイズバコのラッピングのやつらどもと日光の人数とぴったりでねえか。気球船は4人乗りのカゴがデフォルトだし、あえてそこまで言わへんかったんや。一覧あたりの天狗に何があってキリがあらへんねん。ほんまやったらピエロと一緒に後を追わんといかへんかったけど、火中界の方に向かってったからギブアップを余儀なくされたで。そうだな、火中界に行ってしまったら諦めるしかねえ。深追いしたらネクロシスに直撃してまうから、火中界に行ってもうたらたらきに報告してのろなんとな。看板にはこの先危険、火中界ってあったやろ。確かにあったで、だから諦めたんや。日光が気球船で音の木を火中界に連れてったっちゅうことは、音の木は間違いなくアラウィンの取り巻きになるで。これ宇宙戦争シンタラルーやから、もうネクロシスの鳥なら武闘の星を乗ってしてもどがすことはできなくなっとる。そうなったら俺らがアラウィンとヌーモットを殲滅せなかい。だけど音の木が気球大名に参加してたら話は合わなくなるんじゃないか。時系列で言えば破壊家が出てきたと同じ頃やったわ。おそらく気球大名に多くの取り巻きを招集してたのが日光やったんやと思うで。所詮日光のアナウンからしたら一旦の部下にしかあらへん。そいでネクロシスを見張ってた車両は日光たちを見かけたやろうか。目の前で見かけたで瞳を曇らせてな。当時として衝撃的な光景を見ちまった。いくらなんでもこれはめっちゃ大胆やったわな。ビス対 X がこう言ってる以上、音の木の動向もついに掴むことができたぞ。イズバコのラッピングよ、残念な知らせがある。いや、もうわかってたんだ。音の木は今、アラブインの取り巻きになってるってね。おっと、もう気づいてたのか。なんだ、うすうすと感じてたのか。取り巻きにしては未熟すぎるみたいだけどね。スタートを意識してたのか。こっちの方を見て入っていったみたいね。まるでごめんねって言ってるみたいに。そのごめんねっちゅうニュアンスは何に対してなんや。多分棒花札屋に行けずにスタートから切り離されたけん。一つ聞きたいんやけど、なんですぐに知らせへんのや。いや、入っていくところを見たから慌てて知らせたみたいだぜ。せやけどアラグインの取り巻きになったら手遅れやで。すまない、その点は認知不足だった。それよりスタジオがやけに騒がしいようやけど、そっちでも何か大きな事件があったんか。
シータ王国に関して、アラグーンに関する情報みたいなのが、見つかったのだ。それもそうやけど、こっちでもシータの真実の、鏡が見つかったから、改めて調べたりもしたんや。それで、最近まで音の木関係の、運用をやめるとか、いろいろ計画を立ててきたのはええんやけど、万博を待たずに音の木は消失する可能性が、高い中結果が出てきとる。それ、人気にあやかって無理やり延命しようとした弊害だから。お前が言うな、自分のところが消失するピンチなんだぞ。万博を待たずして音の木が、消失、またはその可能性が高いと、結果が出た場合、その時まで徹底運用を、行う方針。それ以前に、そっちのイーグンやと、シータ王国がヤバいみたいなんやな。まだニューロットやアラグインの、一連の動向の根本的な動機は明らかになってへんから、シータ王国とニューロットの、因果関係も徹底的に、捜索させてもらってるで。シータ国王と共に、スタートよ。天魔師となると、国王とも繋がることができるのか。シータ王国はもはや、スタートに任せるしかない。あの事実は、俺たちでは対処できない。アラグインとニューロットを倒すには、無流弾、ドリュータとラグカモンドと組み合わせて、ドリュータフォルム、ドリーミー、リーガルを、形成する必要があるんや。それに向けて、今から、下州大名の奥による音の木を、解放しに行くで、中でも、そこまで暴れることでもあらへんで。そうやろ、マリーベア、フリージアボーイ。スタートのコンサートマッピーと、ラグカモンドがあれば、ドリュータフォルムは夢じゃない。問題は、どうやってそのドリュータフォルムを、発動させるかやな。ちょうど目の前に音の木がおった。解放する前に発動させたらどうなるのかな？あまりおすすめできないな。できれば解放してからの方がいい気がする。音の木の解放方法が見つからへんから実験してみるか。3秒後に発動させるで。3、2、1。なんや。だけシンタのカラーに染まった感じがしてきたぞ。その感覚やけど、あながち間違いやあらへんで、すっげー量の星が飛んでったで。こりゃー、いろいろと変化がありそうやで。たぶん、スタートがムルーランを撃ったんやな。ドリュータフォルムが形成された領域は、破壊か。ヌーロットの悪夢は引っ張られるはずやれ。ムムム、私の車体でも感じることができる。ドリュータフォルムの形成、いや、私に告げておるのだ。ドリュータフォルムとして活動することを。ちょっと気なんか、リニア中央新幹線を感じておるのはリニア中央新幹線だけではあるまい。島風のほか、この私もドリュータフォルムの力を感じ取ることができるのだ。ブルーリボンショー、ついに知的疎通の3連単が実現しよったか。整備新幹線に答え付けられた。これからの地上界は知的特急の時代です。当面 JR のブルーリボン昭和新幹線が特殊な車両に限られるでしょう。同じ艦隊施設として平成時代に全く受賞が見られなかった阪急にも頑張っていただきたいものだ。さて、阪急も JR 阪南線もこれからワゴンなるんやろんな。とりわけ小田急の GS エリア西部の座人も私と同じ戦況によるであろう。それ以上に注目していただきたいのは、破壊化の空間が消滅しておることだ。ほんまに綺麗になくなっとる。ドリュータフォルムはうまく形成できたようやな。ここまで来たら、あとはアラウンとヌーロットを倒して宇宙戦争を終戦させることやな。は
破壊化は消え去ったぜ。ドリュータフォルムは出来上がったわ。音の木、コンサートバッキー、ラブカモンド、ムリーバンデナ。そういうことで、音の木はいただいてくで、二度と悪用させへんようにな。音の木ちゃん、もうこんな真似はダメだよ。破壊化が消滅したってことは、地球において、川上プロデューサーの行方も忘れてはいけない。川上プロデューサーならここに呼んで、案の定、家中大名に駆り出されてたようや。音の木と川上プロデューサーが帰ってきたよ。久々ね。その一方でかなこは戻ってきてないな。結局日光がアラグインだったのか。そうなったら日光を追いかけるだけだな。せやけど日光はどこにおるんや。スターアットのアースムーンに弾かれて以来全く姿を見かけなかった車両が多い一方、一部の車両は日光がネクロシスを通っていったところを目撃した。日光は音の木をネクロシスに連れて行って、その音の木は家中大名に参加してたんや。間違いなく日光はアラグインなんやな。せやけど、かなこはどうやって日光になったんやろうか。アラグインだったというあたり、天雷勇者に適合しなかったところではないぞ。日光が爆誕したんは2019年やから、それまでにかなこがアラグインに取り込まれたんか。アラグインが日光を含めて、いろんな姿に老変するとか、いろいろと憶測が立てられるんや。てか、仮にかなこがアラグインやったとしても、日光しか見たことがあらへんで。2019年に日光が出てきたんやったら、それ以前までにかなこは日光になってたはずやから、先にアラグインに取り込まれて日光になったっちゅう見方もありえるで。日光になってからアラグインになったか、アラグインに取り込まれて日光になったか、それは日光の主張が答えだ。奇遇にも今の形でムーンの具合がしつらいそうだけど、そのためにはあなたの力が必要なの。ピエロ団を通じてネクロスが私をこんな姿にした原因や、宇宙戦争そのものはピエロが鍵を握ってるはず。ピエロは間違いなく破壊神の門を開いたはずよ。そうでなきゃネクロスが追われたりしないから。そういえばあなたはもう私のコンサートバッジを移植してるのね。きっと私のペルソナはトクコと一緒になってあなたとハネムーンを楽しんでるはず。出してみてからの楽しみやぜ。いつの間にか月船も降りてきてるね。こうやって告白するってやっぱりちょっぴり照れちゃうわね。言うてるほどまんさらでもあらへんぜ。さて、みんなは私の正体を知ってどう反応するでしょうね。はっきり言って、かなこがあんな口調になるのはありえない。かなこは間違いなくどこかでアラグインに捕まって、日光として変な天使の姿になったんだよ。日光のあの口調はアラグインの口調のはずだ。問題はアラグインがどうやってコンサートバッジを持っていったかだ。アラグインはヌーロットと共に、ヒンタ王国を襲撃した過去もあった。アラグインはいろいろと姿を変えることから、ヒンタ王国の側近を装ったことら想像に尽きる。カナコもその過程でコンサートバッジの移植を受けたのだろう。でも、天雷勇者に適合していなかったから、コンサートバッジの移植に失敗したっとな。ヒンタ王国が腐敗したのはアラグインの行動なのは確かや。ヒンタ王国にもアラグインの側近がおる。ヒンタ国王はその側近の処分に全力を尽くしておるのじゃ。ヒンタ国王の目はアラグインをも跳ね返すことができるわけじゃ。家中大名が崩壊したことでアラグインは相当焦ってるはずだ。アラグインがネクロシスから出てくるようだ。アラグイン戦に備えるのじゃ。さあ、レガールのガン、アラグインとの直接対決や、奴を撃退して、シンタ王国の手こ入れを持って、完全終戦と行くで、チェックメイトや。ようやくアラグインとの直接対決に、舞台が移った。アラグインはここにいるぜ。ようやく見つけたぜ。アラグイン改め、カナコ。久々に出会ったわね。宇宙戦争に参戦したとなったら、容赦なくいくわよ。その声は、やっぱり日光はアラグインだったんだな。一体どういうことだ。なんでカナコを飲み込んだ。案外
で死んだ王国のカモカバタみたいね。大昔にミューロットを倒したようだけど、火中界からすれば手のひらの舞台に過ぎなかったわ。ミューロットはこっちと繋がってるから、いくら倒されようが封印されようが幾度と復活するわ。ただ一つの心残りは、スタート、あなたの動きだけは止めることができなかった。ここまで来たならもう引き返せないわ。天使界と火中界、ネガールの未来にふさわしい界隈を決めるだけよ。望むところやで、こっちもゲームしとしてな。ではトレインドリフトの成果をここでぶつけてやるぜ。ふふふ、7年かけて若さと永遠の命を求めてまで復活させたミューロットはさすがね。まあ天外勇者のまだナルトランドそうなるわな。じゃあこのオリオンキネシスはうまく受けられるか。わあ、なんで弱点が光りてわかったわけ。これもと言いますとしても実力やで。いくら荒れるというとミューロットなしではかなり分が悪かろう。ここからが本番なんやろ。さっさとミューロットを繰り出すんや。察しがいいよね。ここからがレガール対戦の総力戦よ。トウトウ姿を見せる時が来たな、ミューロットよ。かなこよ、なぜ若さと永遠の命を求めようとしたのだ。パルナス界隈にはこのような化け物がワンサカいるってのが恐ろしいものだ。バトラーおよび鉄道車両たち、この光景を待ち望んでたんやな。せやけど君たちの攻撃やとミューロットにはダメージを与えられへんで。あかんわ、いかなる攻撃もミューロットの前に張りかねてまうで。ちゅうてもこのパターンはそこが変の RPG あるあるの話やから、前もってドリータフォルムの形成を手配しといたわ。さてこっちもそれ相応のフォルムとするで、発動ドリームアイドル火中界、その界隈は全ての元凶ね。コンファートマッチの破断を経験してまで、音の木に向き合って仕上げたドリンタイを。夢時、解放、夢構造の思いをミューロットに吹き込んでしまうのだ。若さと永遠の命は、夢時で語り合いましょ。アラグイン、若さと永遠の命は仮に生かしても永遠に生きられるわけではないのだよ。乱れに乱れた宇宙の秩序、ここで改め直してもらおう。呪われに呪われ切った過去は、今ここで断ち切らせていただきます。さあ、ミューロットのリターン戦ね。今度は完全に殲滅させるわ。宇宙戦争の元凶はもうわかってるわ。ミューロットを倒して、進化王国を再構築よ。アラグイン、ミューロット、シンタ王国を操るのはよすのだ。プレミアムの風でレガールを浄化させましょう。ミューロットがいかがにしてこの世界に生まれたかは知らぬが、いくら永遠の命を得たところで時を戻すことはできぬぞ。早速ドリータの無限弾をミューロットにも披露してみるね。全人類の予想通り、ドリンタイガイが一撃で倒れよった。それではお見せしましょう。ご自慢のプレミアムの風でございます。
むむむ。ニューロットは破壊かしか繰り出さぬのか。直接奥義を使うのが良いって考えだろうが。それは言い換えたら対策されればこっちのものってことだ。だがこのもののことだから何をしでかすかは未知数だ。ムーンダウンスタンバイ完了発動ドリリーアイドリー。ムーンダウンスタンバイ完了発動ドリリーアイドリー。時代は変わってるにゃ。あなたの知らない人族でエアリーがおるっちゅうこと。パンやパッカの話題が決まらなかすとつとくは8位を誘発し、カナタッポとシロンとくは地の下を抱いてるや。おい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 。これはダメだ、私にも解読できない。ここに来てまた形態変化でございますか。最高に厄介なミュータントでございます。これはラスト、ドレンジェルやな。日光の最終形態。誰が日光を最終形態にしたんかは知らんけど、こいつはただことやらへんで。ラストドレンジェルが現れたとなりますと、私としてはすでに事情を見通しております。残念ではありますが、プレミアムな風を辞してもダメージを与えることはできません。フェアリーの技でもあるプレミアムの風でダメージが与えられへんのやったら、ムーンガイの展開まで辞してもダメージを与えられそうにはあらへんねんけど、この近くにトルナスのパワースポットがあるやろ。このラスト、ドレンジェルを近づけるんや。それで一人でも天雷勇者に適合できたら、アラグインは消失するはずやから、そのタイミングでムーンダウンを撃って、ニューロットをゴッタミジンに住んで。了解であります。クライマックスの幕開けでございまーす。ネニョルス、ツアイセガーコッニー、リパッタワルンガレルフフ。んー、このラスト、ドレンジェル、なぜか5820系の息も吹き込まれておるぞ。一体どうなっておるのだ ?5820 系は何をしておるのだ。ダメだ、音の木との歩調が合わないからアラグインのカモにされてるぞ。さっき、日光ワールドを見かけたけど、間違いなくしくじったんだよ。そのことについてだが、スターアットが先に同じようなことを言っておった。正体はこれのことである。いわゆる日光のエイリアンミスト。これだけど、ラスト、ドレンジェルがレガールを制圧した時の世界なんだよ。なんなのこのふざけた世界。私がそんなトリガーを引くわけないでしょ。どこまで行ってもかなこちゃんはアホの、コネ、イシキリスタジオ以来、全く変わってない。悪いけど、サナちゃんはいただいたよ。結局、大型連休に冷凍、企んでただけだし。DH21 いつからいたのだ。それよりもエイリアンミストを知っておったのか。そのくせ、かなこちゃんは肝心の EE32 を取ってなかったみたいだし、詳しい事情は後で聞かせてもらおうよ。かなこちゃんが死んだ王国と陰で密接になってそうだし。うう、久々にズタズタにやられてしもうたのう。しかし、わが孫は何事もなく戦っておる。まだ決着はついておらぬのうやな。それどころか、車体にダメージを受けることなく生き残れたのが奇跡です。あれ、ここにもパワースポットなんてあったっけ。こっから死んだ王国まで相当くらーらへんみたいやな。それより一体ご何なってんねん。これヌーロットがアナグミに追い込まれてるやん。何がロラってこんなことになったんや。アナグミはヌーロットに乗り移る柄やろ。で、こいつはラスト、ドレンジェル中って、このままやとアナルル攻撃が、かへんやって、で、なんでこっちに来るんや、俺らを殺すっかえー。天雷勇者のパワースポットを、破壊する気だな。今の音の気は嫌いだけど、それ以上にかなこちゃんよ、末裔は見てられない、本気で赤田組。月鉄界隈での活動が、恋しいなら、
天雷勇者に適合してその意志を示してみることね。よし、ラストトレンジェルがパワースポットにくれたぜ。あとはアラグーンやヌーロットに飲み込まれたものから、誰かが天雷勇者に適合したら、そのタイミングでムニーダンを撃って、宇宙戦争はフィニッシュや。だからカナコよ、天雷勇者に適合してくれ。レガールの未来はスターアットとカナコにかかってるぞ。この今こそがまさにスターアットと日光がレガールを救う瞬間となるぞ。さて、ヌーロットも奥に落ちた者から選ばれし者が現れるだろうか。今やりとろこすーわば、前のとかみんな、ふふふ、ケワルスーゴキテリアシールイランテデリナ、ニノルイニクオノトロトウミ、ナカタキテリアクバヤトロピョチ、イタミルテキテリナナツアガレガーラハカセリナ、ドケギャー。おっしゃー、天雷勇者に適合したバトラーが見つかったぜー。そうとなったら、イクリキャラ編で、ムニーダンスタイバイ完了発動ドリーミーアウトリー、ムニーダンスタイバイ完了発動ドリーミーアウトリー。集会が覆っていた闇が取っ払われた。アラグーンとヌーロットを倒せたのだ。ピエモッティソウはまだ世界的に及んでおるが、少なくとも悪を打した者は断ち切ることができた。さあ、赤田組は赤田組、パルナス界隈での出来事として、まずはカナコを安心するね。カナコラムにあれ、そのコンサートバッジはカナコが適合したんだな。天雷勇者ってどういう基準で適合するのかな。うんとか気まぐれっぽい気がするけど、途中でノーマルアットとかかなこが適合するくらいだから、うんとか気まぐれって思われてもおかしくねえよな。天雷勇者は明るい未来への強い意志を持って実際にステップを踏めば良いのだが、実際にその未来に向けてキャリアを進めるかが重要や、適合できないってことは、そこまでのキャリアが足りない、もしくは途中で挫折すると思われておるのや。ノーマルアットやスタアットになるって強い意志を持って会心を決心。カナコについては川上プロデューサーが仕切っておった、つまりに代わってポップスターになろうとしておったのやな。これ、最初からポップスターだったらよかっただけな気がする。それはそうと、9820系の、やつが珍しく高正しく緊急報告してたようだ。どんな感じで緊急報告してたわけ？やばい、5820KDH 編成たちがラストドレンジェルのトリガーになってる。いくらなんでも異常事態すぎるぞ。よりによって9820系後期者に言われるかよ。別にあのエイリアンミストの日光がきそいとか言うわけじゃないけど、レガールとしては不名誉レベルで演技が悪い光景なのも事実。日光のエイリアンミストなんてあったんだな。結局はいつものエイリアンミストなんだな。でもよく見てみてよ、背景はいつものエイリアンミストじゃないよ。よく見たら背景がいつものパターンじゃなかった。エイリアンミストの時代に合わせて変化が見られるけど、赤田組にとっては無駄知識にも程があるぜ。それよりも一つ聞きたいことがあるぞ。本当にトリガーを引いてたのか。奈良戦の DH たちと来たら音の気がいややちゅうて、わざと9020系と組まんかったりしてたで。それがラストドレンジェルのトリガーになるとか意味がわからへん。そんなことになるにあったら普通に音の気に片足を突っ込むべきやったんや DH。
確かに今の音の気は嫌いだけど、ダメダメだったのは大型連休だけ。実際のところはかなり階級運用で、暴れに暴れまくってた。それより、私としては、DH21 が今の音の気が嫌いって言ってることについて、問題視しないといけないと判断してるが。噂で俺らの組織で音の気嫌いの奴がおるっちゅうのは聞いてたけど、まさかの DH21 やったとはな。近鉄が一般車を凍ってたら余計揉め事になってたで。ルミナリエチームにいて音の気が嫌いってどういうこと？月球では、スマリーと共に、クラナドラッピングを追いやったという心当たりがある。近鉄 5820KBH 編成が、音の気を嫌ってるとしたら、その尾を引いているわけだ。9820K 持つ気球で銃したら、気持ちがわかるようになるかもしれんな。それ以前に、9020KE 編成って、ライバーかよ。それでや、DH の、編成がこの前の大型連休で、9020KE 編成と、連結戦勝ったんは、こんなにあからラストドレンジェルが、爆誕するんや。それを思いっきりアピールしてた DH21 はもっと、情けねえ。その大型連休では EH30 と、共に番上げしてたぞ。これ、9020K とワクマン、っての、意思表示だろ。確かに当時の 5820KDH は情けなさすぎたが、ここまで落ちぶれるとはな。近鉄が一般車を買ったら、5820KDH 編成は大阪線に、飛ばされるな、これ。奈良線の DH は、大和路快速の対抗を、名目に導入されてたけど、阪神との直通運転が、始まった今では、もはや LC カーはある意味だからの、持ち腐れだ。奈良線で 9820K ばかり導入してたのも、阪神との直通ではオールロングシートを、予定してたからでは？ああ、少なくとも、奈良線は将来的に昔のように、オールロングシートに質戻りしてそうやな。結局、南大阪線と同類に、戻るのか、てか、そうなったら、シリーズ21同士の、コンビが限られるぞ。こっちは EW51 ただ1編成だけやもんな。逆に E40 として、奈良線に渡すのもありやな。おっと、かなこよ、これらの件は気にしないでくれ。さっきから DH21 が情けないやらって言うけど、音の気が嫌いなもんは嫌いやねんからじゃないやろ。下手したら、日本のエリアに行くとよりも、もっと立ち回る事件が起きても、スタートにそんなこと言われたら、グーの言葉も出ねえぜ。日光のエイリアンミストの方がマシとか、どんだけ醜い争いだよ。それよりも、クラナドラッピングを、かばうのはいいんだけど、そのシリーズ自体が型落ちにも、程があるんじゃない？ああ、ノーマルアットがサタンメアに、行ってからは全然話題にならなくなってた。その上、DH21 が音の気が嫌いって、一体サブカルチャーをなんだと思ってるんだよ。それくらい、最近もパルナス界隈では特に、アニメに対する逆風が、著しくなっておるのにゃ。その傾向は、2018年初頭のコンサートバッジの波乱が起きてから目を光らせるものとなったのにゃ。最近は、進化王国で不審な動きが多いから、何か大きなアクションが起きそうだけどね。すべては、進化王国に出向いてからや。東急に現地に特急や。さあ、クイパレ、ここがシンタ王国や。普通戦争はここでも一年の騒動を一段落させて初めて終戦するんや。宇宙戦争に関してはまだまだ多くの謎が残っておるのだ。マドリン、ミュール、そっちはどういう状況や？もう、めちゃくちゃ。こんなに情勢が腐敗してたらレガールも、成り立たないのは当然のことね。ああ、なんてありさまだ。まるで、世紀末。まるで近鉄の一般車のように、時がずっと止まってるぞ。いや、今の近鉄の姿を反映してるかのようだ。逆に言うたら、俺らが死んだ王国を手こ入れしてこんかったツケが、今の近鉄の姿なんやな。お、スタートと国王がお参りだ。お、国王が君臨なさった。
お、スタートの月鉄会長よ。よくぞ宇宙戦争の元凶、アラブインとミューロットを撃退し、シンタ王国に舞い戻ってくれた。地上はメルニアのドリンから存じ上げております。シンタ王国のメンツの中に、アニメを殲滅させようと企てている不届き者がいらっしゃると。さて、その不届き者は誰でございますでしょうか。ようやく見つけることができたぞ。これもスタートの月鉄会長の活躍のおかげだ。なんか、見るからに悪そうな家来が、ちらほら見かけるけど。国王様、見事にスタートが音の木離れを起こしましたぞ。ほほほほほほ、これでアニメの役立たずどもは新たから殲滅ざますよ。それはどうやろうな。なんじゃ貴様ら、いつからこの王国に到着したのだ。動くな、ベタールのガウン、よくもアラブインとメウロットを動かしよったな。そっちからすれば、俺にもこの機関係の運用をやめさせることを抵抗したかに見えるけど、実際は今のバリバリで運用してるんや。ムニーガンとドリータフォルムを作り上げるためにな。それだけやあらへんで、こっちも7000の5820系が、ライバーを嫌って9020系を避けたり、どんどん事態が悪化していってるんや。ミューロットがラスト、ドレンジェルになったことで、ようやく尻尾が見えてきたぜ。なんですって。そっちの車両に口説いて、ラストドレンジェルを発生させようとしたところまでは良かったのに。そうか。オシュラがレガールの足を根本的に、引っ張っておったのじゃな。クラークス、アイン。オシュラはなんてことを行ったのだ。わしはそのようなことは全く、望んでおらぬ。スタートの月鉄会長の、音の木離れを促すとは何事じゃ。ましてや、スタートの月鉄会長の、生まれ故郷の鉄道会社、近畿日本鉄道は、少子高齢化に他社一倍苦戦しておる。赤だるみは新他王国の、中で最も逆行にさらされておる中、なぜそこまで妨害を、するのだ。ベダールは今、史実カスケードや文化競争の、渦中にあります。そして、この愚か者の家来どもは、それを生命そのものに反映させようとしていたのです。アースムーンフェスティバルでは、ネッシーが日光の絵の木で、暴走していました。日光の絵の木は、アラブインが食していた食物で、愚かな家来どもはこれで養っていました。クラークス、アイン。新他王国をミューロットで洗脳するつもりやったんやな。その洗脳の世界こそが日光のエイリアンミストやな。せやけど、そんなんで赤田組は騙されへんで。これがお主らの陰謀の正体か。なんともみすぼらしい世界じゃ。じゃが、その作戦はいとも簡単に崩れ去っていったようじゃ。真実の鏡を各地に置かせてもらった。この新他王国を立て直そうと専門のために、確かにスタートの月鉄会長は京都の花札屋に音の木が進出しないことを口実に、音の木から離脱することを検討しておったが、こちらでも音の木の動向を確認させてもらった。あの者たちは将来が不安視されるように感じた。スタートの月鉄会長も真実の鏡で音の木の動向を確認しておったようじゃな。今も音の木関係の運用を続行しておることから、わしの意向は伝わったようじゃ。こんなんおすすめは大阪万博ですから、これからの4年が本番です。一方で赤だるみを見て思ったことじゃが、近鉄車両の一部にライバーがおるのが感慨深いところじゃ。その煽りでこちら側の庭代わりを食ってるのです。それ以上に、俺は9020系が、ライバーだったのがものすごい違和感を、感じるぞ。車庫で見てたのか？ EW51 はともかく、EE たちは日本橋で、いろいろと盛り上がってたわな。9820系も、ライバーの疑惑が浮上しかねないが、果たして、他社の車両たち頭ポカーンだろ。変わらない現地の動向よりも、近鉄車両の中にライバーがいる方が、謎。おいおい、京阪の車両ですら警戒心を抱いてるってのに。こっちでライバーがいるって、月球としては問題ないだろうけど、関西エリアとして、どうかって話だ。いくら名古屋に行くって言ってもな。ああ、それだけど、こっちの庭が、音の木に割りを食われるから警戒してるだけだ。かなこ爆弾などラッピングが肩落ちしてるって、言ったことも間違ってないし。やったら、
鶏飯の自前の平バーで、おとのきとコラボ制や。ピエノッティショーの後でもいくらでも、機会はあるはずやで。そうと言ってもな。鶏飯が乗り気じゃないって、やっぱ関西エリアのメンツは関東の、コンテンツが嫌いなんだね。少なくとも、隣接以外はそんな雰囲気かもしれんな。てか、その手のサブカルチャーは、関西だと南海が一番合ってる気がする。ヒイラギショックを難なく乗り越えた赤だるみによる危機鉄らしさは今も健在のようじゃが、まさにこれじゃわしはあらゆるサブカルチャーをゲストとして取り入れて、キャラクター史上最大規模のエンターテインメントを提供したいのじゃ。そのためにはアニメもゲームも漫画もその他のカルチャーも欠かせないし、世界観を広げるためにあらゆる分野から知識を取り入れることも欠かすことはできぬ。宇宙戦争こそ続いてはおったが、赤だるみが火炎装として見事にそれを実体化してくれた。火炎装が成り立った時点で宇宙戦争を含めこの戦いはわしら新太連合の勝利なのだ。さあ新太連合の足手まといとなった者に鉄槌を下すとともに、これにて新太連合の勝利をもって宇宙戦争の終戦を宣言しようではないか。おお、とうとうこの時を迎えることが、できた。これで、戦乱から続く長い歴史もまさんできた宇宙戦争が終わったんやな。次の絡みは、ピエノッティショーやな、あのヌータンと。いやぁ、危ない危ない。あそこでラストドレンジェルが、出てきたことを知らせなかったら、途中で全くダメージを、与えられなくなるところだったよ。DH28 はひらめきも、判断も鋭かったな。実際は大型連休の時だけしくじってたというのがオチだったようだけど。しかし DH21 とやらは音向きを嫌っておるようじゃが、ライバーが多くおるとされておるその9020系との連結運用のクリップはどうやって取ったのじゃ。この広告の時点で5820件の穴組み問題は急に終わったわけやな。こんなのかったれかな、こら天南勇者に適合したわけやかな。とそのよせにあったパワースポットでの敵戦チェックは面倒やな。穴組みとニューロットら引いた王国のケナミの見事やったんやな。一応、ニューロットは古代から潜んでたジャカミやったんやけど、多くのバトラーがニューロットの若さと永遠の命を欲しがってその力を求めてた結果、多くのバトラーがニューロットに取り込まれ、いつしかニューロットを倒しきられへんくらいまでに巨大化してったわけやな。アラブインもその一角なんだろうけど、他のバトラーと比べてその執着心は尋常じゃなかったよね。何が虚しいかというと、いつかはこの世を去るという意味が、あとはピエノッティショーとニューロットだな。何かピエノッティショーについて答えが見つかったのか。ピエノッティショーに限らず、アナルにはそのバトラーたちが持つのにふさわしくなるものがあったな。好きなくバトラーたちにあがらの積み掛けのルネや、今の日本エンマのバーにはとてもやーなせんけど、こんなモノンメントを換算するにはふさわしくあなせんってアナルにが満点しとる。それは心の知能実は、世界大会で世界中に恥をさらすって思うというにはな。むしろ、心の知能指数が世界大会なんだ。日本エリアの恥やで。リーソンの若者にそんな謙遜を鳴らしたってみんがあらせんと思うんやけどな。そこがわしらにとっても、足手まといでもあるのじゃ。バイアスに縛られんと動かれているには、マリオネットにもことがあります。まったくじゃ。これじゃといつまで経っても、心の知能指数の改善など、見込めぬじゃろう。ピエノッティショー程度のゲーム類栽培では、日本人の心を根本的にはリセットできないのでしょう。日本エリアのバトラーの心の、大掃除のやり方？これ、ビジネスを止めないとヤバいんじゃない？いや、学校現場を一度、こちらの手で解体させることも、考えておるのじゃ。
アラブインの取り巻きの生産工場のようになっておる以上、再びミューロットを復活させることもあり得るのじゃ。あとは、日光のエノキの駆逐と、影島山の遺跡の撤去、そして、ベネクレア王国の復興も、随時進行中じゃ。ところで、赤髪のメイドは日光エリアから離れるちゅうのは視野には入ってへんやんな。さすがにできねえよ。数々のサブカルチャーがやって、狂ってんだぜ。逆に、本部の機能をパルナスに移すってのが、現実的だろう。せっかく火炎層という形で、キャラクター史上最大規模の、エンターテインメントが成り立ってるんだ。キャロルワールドを生み出したのが、決定だなんだろ。ところで、宇宙戦争の終戦の、時点で、月鉄界隈には莫大な種類の、メンツが出揃ったんじゃないか。赤ラグリとノーマルアットのメンツイ、ルミナオ、スキンステップ、ブンガリさん、ソーナンナン、マンズイ、シュガーミント、セイラエン、コシゴラアミーゴ。加えて、宇宙界、コシゴラ界、リング界にも及び、月鉄は今が最盛期を迎えておるのかもしれぬ。シーラにショックを迎える直前と、比べて明らかに規模が違いすぎる。中には、ここにおるのが考えられない奴らも、ちらほら見かけるがな。おとの気もつらうぎて生き残ることができたようやが、あのままアラブインに取り込まれておったら、おとの気抜きも赤な組の姿になっておったやろう。花園スタジオに移った今だと、2004年以前のような感じに、戻ってそうだ。奈良線が高架化したり、ラグビー場がリニューアルされたりと、雰囲気が変わってるけど、それでも何かしらの懐かしさは感じられるな。2021年の2月の、段階では、単純に、夢路で音の木を切り離すことを計画しておったようじゃな。その頃は音の木関係の運用を辞退することは計画にありませんでした。だけどその後になって音の木が某Pに某バンド系作品が某花札屋にやってくるってことが分かったのだ。見たところスタートの月鉄会長は乗り換えを検討しておったようじゃな。音の木の運用を辞退して、ボーバンド系作品に乗り入れるとなりますと、乗り換えと言わざるを得ないのかもしれません。ですが、すべてのユニットから乗るわけではないのです。そのため、安易に乗り換えと表現できないのです。宇宙戦争の最中ちゅうことから、音の木にも近づかれへんかったんやろう。音の木スタジオ周辺は破壊感に、飲み込まれてたんやし、音の木がアラブインに捕まっても、不思議やなかったわ。音の木が天外勇者に適合できなかったのは、某花札屋に進出する意志が、まるっきりないことにあります。真実の鏡で、その現実を改めて確認いたしました。このまま音の木がアラブインに、飲み込まれておったら、音の木の緊急置換えも、余儀なくされたかもしれぬ。言うまでもなく、見劣り環状線の主力に、ふさわしくないのじゃからな。じゃが、逆に言うと、音の木はあと数年でシリーズの存続に限界を迎える可能性が高いってことじゃ。某花札屋にきんと幅広い世代にアピールができひんから音の木が先細りになるんやな。そこで一時停止しておった音の木関係の運用を復活させ万博までの数年間様子を伺うこととなったのじゃ。音の木関係の運用の事態はそれからじゃな。大阪万博はパルナス界隈にとっても世代の境界線と見ておる。音の木のみならず月鉄界隈や某花札屋にも何かしらの変化がありそうじゃ。それまでにはこっちでも一般者を超えてるやろうしな。月鉄界隈が一段落するのは大阪万博が終わってからとなるやろう。ほうほう、五輪通費を求めるのならそれ相応の覚悟を持って行うように。安易な考えでは見事異国で五輪を開けない国民として世界に恥をさらすこととなるのだからな。そんな恥ずかしい国民となる覚悟があるかなければおとなしくすることや心持ちの浮き風が世界大会の日本エリアの国民やから念を入れておく。宇宙戦争もついてのんびりとなるのはまだ数年先のことだけど、鉄道関係は周辺する社会情勢の都合上ネタが尽きないから、ある意味宇宙戦争の終点後が本番なのかもしれない。次の大舞台は大阪万博やな。その時のこの界隈がどう変わってるんかが注目やで。まずはピエモッティ島を退治するもんや。
しかし、宇宙戦争を乗り越えたというだけで、以前と比べてかなり運が軽くなったもん。それどころか、以前までに積み重なってた疑惑を一気に断ち切ることができたんや。軽反転車としての運用を終え、今度は月中でバカンスっていう感じだけど、大阪万博というレガールの次の節目に何が待ってるのかも気になるぜ。